はい、こんにちは。遊びに来たぜ、伊達男、構成員の S 的です。よろしくお願いします。鳴ってる。よいしょ。なんか変な時間に放送撮っちゃったかもしれないね。まあいっか。というわけでよろしくお願いします。今日はまあこの画面に出てる通りなんですけれども、レベル上げについてちょっと考えていったりですね、実際プレイしたりしようと思っております。というわけでシーカーさん、エリックさんいらっしゃいませ、ビーダシさんもいらっしゃいませ。今ね、3人見ております。ありがとうございます。今日は同節3人でお送りいたします。というわけでですね、あ、ラルーさんもこんにちは、どうもいらっしゃいませ。説話の地全力攻略パック使用後、レベル230からレベル250、レベル上げどうする？コメントしてくださいの圧がすごかったですか今。いや、かなり今自然な感じで言ったつもりだったんですけど。はい、チコさんもいらっしゃいませ。ちょっと待てよと、みんなさん、説話の地全力攻略パックって何ですかっていう話ですよね。はい、不安です。はい、YouTuber としてこれからもね、あのおまんま食っていけるか不安でしょうがないです。ももさん、広告ありがとうございます。新しいパック、何の新しいパック、これ新しいパックなんですか。いやー、全くわからない。なぜかサムネにこの文字が載ってしまってるんですけれども、はい、じゃあ、ゲームの方ね、行きましょうか。というわけでですね、今日はね、本当にライブ配信なんだけど、だから動画ほどの短い尺にはまとまらないんですが、ライブ配信でも、こういう、なんつうんですかね、レベル上げに困ってる人の力になれるんじゃないかと思って、ちょっと今、発音がおかしいですけど、はい、お送りしていこうと思ってます。そして何より僕自身が困ってるからね。最近250レベルのコンテンツが一気に増えるみたいで、はい。今後も増えるでしょう。うん。はい。スピリットハンドラー勢にも、助かるね、猫のうずくまるですね。はい。ちょうど僕ですね、B サバのキャラクターが230になったとこなんですよ。まあ、ちょこっとだけ、ベース上がってますけど、はい。40% ぐらいかな、今。はい。まあ、これは誤差と考えていただいて。でですね、はい、黒野さんもいらっしゃいませ。ニコニコのアプリはちょっとできないんですが、すいません。でですね、こちら、ちょっと座学から入っていきましょうか。なぜ、説話の地パックとか、意味わからんことを言ってるのかというと、今週の火曜の定期メンテナンスに、入ってたデータの中に、こういうのがあったんですね。見えます？見えますかね？こちら。広告ありがとうございます。イスガルドチケット。こんなものは、今ね、ゲーム内で入手する手段はないんですけども、イスガルドチケットというアイテムがあります。エピソードイスガルド、説話の地の詳細が書かれたチケット。この下りはもう完全に例のやつですね。例の。はい。なんとか全力攻略パックのやつですね。はい。だいたいそのパックの中にはですね、はい、モコカズさんもいらっしゃいませ。うん。はい。このパックの中、これをチケット持っていくと、いろんな箱もらえるんでね、箱ね。違うか、チケットもらえるんだっけ？ただ2回目以降の交換だとね、汚い花火になっちゃうやつね。記憶に新しいですよね。はい。そう、公式データにも入ってるんです、実は。こんなアイテムもあります。クエストスキップチケット、説話の地。ということは、つまり、このイスガルドまですっ飛ばしてくれるチケットですね、これは。はい、まだ手に入りませんね。でも、今週のパッチ情報に入ってたということは、まあ、来週あたり、臭いね、これはね、臭い。マジで臭い。
はい、なぜそこまでね僕が言い切るかと申しますと、こちらもね見ていただきたいです。こちらも私が独自にですねいつも作っております、RO のカレンダー、未来のことまで書いてある。僕は未来から来たんでね、本当はこれ事実なんですけど、そうやって言うと訴訟される恐れがありますので、予想とさせていただきましてはい、まあ、去年に基づいてもね、わかるんですよ、うん、去年の4月見てみましょうか。これ2023年のスケジュール、去年のね、4月20日から始まった赤い文字、これハイパーエンチャントキャンペーン2023課金期間始まってますね。始まってます。去年の4月20日これ木曜日です。今年に置き換えるとそれは、今年の4月18日、来週だよこれ。来週の木曜日から、ハイパーエンチャントキャンペーンの課金期間が始まる可能性が非常に高い。非常に高いです。そして、今週の、パッチデータの中にこれが入っていた。これはもう来週から始まるぞという裏付けに他ならないのではないかと思います。はい。祈りの方向全力パックが2023年4月20日から発売だったので、あ、じゃあオイルと一緒ということですね。ありがとうございます。じゃあ発売します。これはもう 99.99999999% 間違いありません。クエストスキップチケットだけではありません。このイスガルドチケットの中に入っているのは。レベルアップチケットベースレベル230というのも入ってます。230!230レベルになれちゃうんです。ケチ250になりたいんですけど、250になりたいんです。遠いなー、遠いなー。250にならないとさえ、220っていうのありましたよ、この間まで。祈りの方向のやつね。祈りの方向最強パック。レベル220ですね。ジョブは書いてありますよ、ここに。ベース230のジョブ45までレベル上げることが可能ですって書いてあります。はい。こちら、クエスト、前提チケットになっております。より250まで楽しめるというポジティブな意見もいただいております。なるほどね。はい。時計も星座も、まあそうですね、破壊作戦から始めてくれと、金払って、230になったら、破壊活動から始めてくれということですね。欺瞞参加、欺瞞ね、欺瞞参加とはものは言いようですよね。そのマップのね MD 作ったら参加とも言えますし、デミフレイヤー倒したら参加とも言えますしね。はい、猫は僕がうるさいんでどっか行っちゃいました。はい、ケンケンさんいらっしゃいませ。ジョブ45は割とありがたいですね。はい。ただ僕は、まだ230チケット、もちろんね、誰も使うことできないんですけども、使ったような前提のキャラクターが、偶然にもたまたま、いましたとさ。ブレイザーブリックサーバーに。そして、僕はもともとヘルポルサーバーの住人なんですけども、ブレイザーブリックじゃないとやっぱりね、急に、みんなで、ダンジョン行こうぜって言った時に、なかなか集まりがね悪いんで、ぜひともフルメンバーに集まってほしい人企画とかがあった場合にはやっぱ B サーバーが重宝します。ついでに言うと、そういう企画を立てたいダンジョンのレベルが250前提が増えてきましたね非常に悲しいですので、B サーバーで、250を目指そうと思います、今日から。はい。で、まあ、来週ちょうどこのチケットも来るでしょうから、じゃあ230まで上がりましたと。それじゃまだ250ダンジョン入れないので、どうしようかなっていうのを今日ね、みんなと一緒に、考えていこうという放送となっております。それにあたりまして、僕はですね、算数が苦手といえばでおなじみの S 的なんですけれども、なので、
もちろん、足し算と引き算がギリギリラインなんです。はい。掛け算や割り算に関しては、教育を受けておりません。つまり、ベース230レベルで、どこのダンジョン行って、どの経験値もらうと何パーもらえるかとか、全く計算ができません。あー、誰か代わりに計算してくれるサイトがないとさー、あれあれこれは、えもしかして、もしかしてですけど、この放送の概要欄に偶然にもこの今開いてるページへのリンクがありませんか？もしかして偶然なかもしれないんですけど、あれ、参考サイトクエスト計算経験値計算機っていう、あれリンクがもしかして偶然概要欄に貼られてるかも。ニコニコと YouTube 両方に、うん、はい、いつもお世話になっておりますスチャコさんの、作られている、クエスト、経験値計算機を今日は使いながら行こうかなと思います。はい、全然台本はありません。今日もずっと最初から適当に喋ってますよし、見てこう。僕はどうしたら250になれるんだ。まあ、先頭、そう、エンチャント逆引きツールの方のね、あんまりこれ知られてないかもしれないんですけど、はい、いつも通りのしらじらしさ。はい、浦健さんもニコニコの方もね、アイオンさんもいらっしゃいません。あんまりこっちはね、あの知名度が、あのエンチャントのツールほどではないかもしれないですけど、こういうね、ちょうどいいタイミングでね、紹介することによって、もうこっちの方が有名になっちまうかもしれない。戦闘共犯とジョブ共犯はね、50を使っていこうかなと思ってますんで、そこチェック入ってます。あ、そして、ベースレベルは230の、僕は惜しくも、ジョブ43なので、そんな感じで。MD 参加人数、1人じゃないの ?1 人以外の選択肢あんの、うわ、6人以上とか、ヘルボルで選ぶことさえ許されない選択肢なんだが、一旦1人にしましょう。うん、そうするとすごくない？これマジで便利だな。一番上のあの難しい漢字はちょっと置いといて、イリュージョンダンジョンね、これチェック入れるとどうなるんでしょうか。おお、全部出る。で、あー、すごいね、全部出てますね、これね。これチェック入れたり外したりね、できるわけ。なかなか難しいダンジョンとかあるかもしんないもんね。アリ地獄のね、イリュージョンのアリ地獄はちょっと、燃料量がないからいけませんっていう人はこれ外したりとかできるわけですよ。すご。230レベルで、共犯ダブルだった場合、まあ、ダブルじゃなくてもいいんだけど、ん？ 1.1% しか上がんないの？イリュージョンダンジョンって ?1 日に？嘘でしょ？これ 10% じゃなくて？あ、1% なの？イリュージョンダンジョン。全部回って ?230 だと？シュッ。1個 1%？ ちょっと待って。いや。ん？いや、これは1個 1% じゃない。全部合わせて 1% だ。なるほどね。まあ、チリツモだけど、まあ、時間効率考えると、イリュージョンは、この230で行くべきではないね、もうね。金策とかのついでにもらえるんだったら嬉しいぐらいですけど、ここはちょっと優先度低めになってきますね。しかも、最近だとあれでしょ？なんだっけ？イリュージョン、ラビリンスはね、討伐クソ大変だって聞くから。ねえ、24時間体制で狩りしてた人たちがね、排除の運動でね、うん、これ時間もったいねえっていうのがもう目に見えてわかるわけですね。ありがたい。これなかったらもう行っちゃってたかもしんないね。うん、行っちゃってたかもしんない。こんな行ってる場合じゃないと。はい、保安水上ノーマル。まあでも、ノーマルも行ってる場合じゃないね、これね。言ってる場合じゃない。レベル上げに関しては言ってる場合じゃないのがわかる。保安と水上のノーマルだと、0.7%。まあ、
逆を言えば、あの短時間で 0.7% 上がるっていうことは、すごいことではあるんだけど、あのイリュージョンとほぼタメを張ってるわけだからね、2個のダンジョンで。なるほど。ここもまあまあまあ。いや、せめて 1% 上がってほしいよな、どう考えても。ピタヤ納品。ね。だから、経験値と、あとは、そのね、金作の夢の半々があるから、いいね、ここは。ありですね。どれだけ総書が偉大だったか分かる。そりゃそうよ。そりゃ総書。ピタヤ納品もやはり、6人にしないからで。分かりました。分かりました。6人にします。まあ、この放送見てるね、人たちはみんなお友達だからね。僕がね、保安水上ノーマル行きたいなって言ったら、6人は最低でも集まってくれるでしょう。見ましょう。2%。おー、なるほど。これ、わかりやすいね。6人集まると、イリュージョン2個分の経験値ってことだよ。全イリュージョン合わせた2個分の経験値。そらすごいな、そう考えると。うん。B サバなら12人がデフォだから大丈夫。本当に？うん。そうやって比較するとすごいね。イリュージョンダンジョン全部行って、1% で、保安水上6人以上で行くと 2%。イリュージョンはウィークリーじゃないよ。デイリーだよ。イリュージョン。それテラーと間違えてるよ。イリュージョンはデイリーです。うん。イリュージョンはデイリー。ね、わかりやすい比較。あんまりこうやってね、並べて比較したことなかったからね、めちゃくちゃ参考になるわ。この放送。高評価遅っかな、僕。あ、俺の放送だった。俺押せないわ。ごめん、みんな押しといて。はい。代わりに押しといてくれ。俺だったらこの放送、高評価押そうと思うんで。じゃあ、これはみんなと一緒にじゃあ行こうかな、ノーマル。でも、ノーマルはいかないかな。そうなんだ。まあ、他比較してみないとね。うん、ありがとうございます。つかしんさんいらっしゃいませ。他も比較してみないと。ピタヤ納品。これはウィークリー。これは間違いない。で、さっきイリュージョンも、イリュージョンはウィークリーじゃない。デイリーだよ、イリュージョンは。うん。もう押してたからキャンセルされたわ。じゃあ、そのうちまた押しといて。岸田さんいらっしゃいませ。これはウィークリーですから、でもあれですね。一週間に一度の楽しみなのに、このレベルまで来ると 2.2% しかもらえないんだ。これなぁ。覚醒ボスピタヤとか湧いてくない？しかも、ボスピタヤの尻尾ちょっと高いからさ、自前で持ってなかったらさ、これなくすでしょ？うわぁ、2% 切るよ。うん。2% 切る。え？レッド以降じゃないとダメ？じゃあブルーとかは、うわぁ、ゴミカスですね。ね。この辺の、あれだよね。毎日ウィークとか欲しいよね。10倍ウィークとかね。で、イリュージョンと多分勘違いされてたのはテラーダンジョンかな。テラーダンジョンの、討伐納品は、ウィークリーです。1週間に1回しかできないけど、5.7% 上がるって。うん。レベルごとにちょっと上がる量を変えてほしいよね。これ毎日じゃないからね。でも前なんかあったよね。テラーダンジョン毎日ウィークみたいになかったっけ？また来ないかな。今ちょうどこの辺さ、一部枯渇してる素材あるみたいじゃない？狩り場が封印されて、ドラゴンのうんたらみたいなやつね。うん、来てほしいですよね。ジョブももらえますからね。確かテラーダンジョンのやつね。これ1週間に1回ですからね。さあ次だ。バルムント邸見てみよう。はい。これ一応毎日 3.5% もらえる。まあ、この辺をコツコツやるしかないか。でも 3.5% だったんだ、これ。230だと。ケチだね。幻想草書から放り出された後の世界ってケチだね。スーパー幻想草書早く来ないかな。しかも特にさ、この熱湯と水風呂のやつってさ、討伐でまあまあ大変だよね。ここは一切やってない。風呂掃除もね。そうだね。そろそろこの辺めんどくさくなってくるよね。このぐらいしかもらえないんだったら。まあとはいえな、チリツモだよね。
3.5% もらえるんだったら2日やったら 7% でしょ。ね、まあその人の装備次第だよね。意外とバルムント邸のあの風呂場大変だったり、タルタロスもね、あの装備壊されたりする可能性あるからね、しんどいかもしれないですね。ニブル&ルドゥス、7% 上がるの。ここはじゃあやるか。とはいえね、反射よね。反射どうする。ニブルは正義ですね。まあ僕これ B サバで今やろうと思ってますんで、ロイヤル武器はヘルボルに置いてきてるんですよ。ニブル下3つ切る。はい、ピアノ演奏ってあれなの、反射のやつ違くね。どれだっけ、2F のやつってどれ。あいつらを起こしてくれと、人形つけてる子たちと、ピアノ演奏ってだって1階のあれじゃないのね。人形とあいつらと神ボサだっけ、違ったっけ。いまいちクエスト名と内容が一致してないんだけど、こんな感じじゃなかったっけ、違ったっけ。ボサボサと人形とあいつらが 2F ね、合ってるね。まあ、人形はクリックでいけるから入れた方がいい。はい、そうすると 5% か。確かにあの敵倒さない、あの2箇所クリックするだけのやつもあるもんね、 2F は。そうするとこれかな、敵倒さないで考えると。人形、あいつらの方があれなの、起こすやつ。クリックするのってこっちだっけ、一致しないんだよな。はい、まあでも 5% ぐらいですか、 5% 弱ぐらい。 OK、 勉強になります。デスペナもあります。あそこはうっかり攻撃しちゃって反射食らうと死にます。うま保安水上うま。起こすのがクリックね。 OKOK、 保安水上うまい。やったやりました。 12.4% うま。これはやらないのは、6人以上ですね。これヘルボルでそれやろうと思ったら大変なんだけど、まあ、今日から僕は B サバでやりますんで、補水はもうこれ義務教育ですね。はい、あのもう一回途中からね見に来た遅刻勢いると思いますんで言いますけれども、来週これ発売します、イスガルドチケット。これを使うと、クエストスキップしてイスガルドの地入れるようになって、レベル200チケットもついてくると。これは、去年のあれからいろいろ計算すると、来週の木曜日発売で間違いないでしょうという話なんです。節話の地、最強攻略パック。最強だったっけ、わかんないけど。全力か。はい。なので、230からどうしようかっていう話ですね。じゃあもうこれ義務教育ね。6人以上で保安水上ハード。はい。わーわーいらっしゃいませ。で、イスガルド、あ、じゃあ祈りの方向はまだイスガルドの直前か、入ると、装備強化パックはついてくるんですかね。はい、略しましたけどついてきます。一応ねついてくるのは間違いないです。エンハンスキューブ2石化の箱がついてきます。それも載せとく、載せとこうか。一応みんなの目に見せとこうか。そう、それで230からの育成勉強会ですね。で、まあ、勉強座学終わったらちょっと行ってみるっていう感じで。はい、エンハンスキューブ2石化というのもあの来週発売のパッケについてくると思います。これらを7に変化することができるということですね。はい、毒と燃鎧が作りやすくなる。なるほど、毒と燃鎧ね。
毒は特にいいですね、イスガルドあたりの出入りしたりするときにはね。はい、祈りの方向は、これやってる？僕結構最初の頃はやってたけど、どれめんどくさいかな。俺花摘みに行くのクソめんどくさいなと思ってるんだけど、あとなんだっけ、お散歩4つはやってます。ああ、眠れませんとオズ以外はやってる。オズってなんだっけ、討伐だったっけ、ホットモルかなんかの。花は配達にすれば楽。なるほどね。でもいずれにしてもあれだよね、ジョンダとかないと不便だっけ。あそこ行かせられなかったっけ、遠くのマップ。あ、ファイアカインドの討伐とかね。討伐系はね、まあまあ好きでやるけどね。はい、これ 7.5 ね。まあやるか、これも、うん、まあちょっとサボりがちになりそうだよね、数が多くて。そう、ベインスよ、ベインス。そう、ベインスさ、視点変えられるのクソめうざいんだよね、あそこ口悪いな俺。聖域セスルムニル、これもね、あの保安水上聖域と呼ばれるぐらいですから、うまいんやろな。え、うまこの祈りの方向のデイリーと全く一緒じゃん。逆に考えると6人集まる聖域行けないんだったら、祈りの方向のデイリー一人でシコシコ全部やったら6人で聖域行ったような経験値もらえるってことだ。なるほどね。じゃあ俺ヘルボルで6人で聖域行ってるってことだよこれ、うん、あれ聖域ってソロでもいいんだっけ。あれ聖域って人数関係なかったっけ。あ、そうなの。あれそうだったっけ。あ、そうだっけ、勘違いしてた。あ、人数で変わるのはあれか、あれだっけ、飛行船墜落地の方だっけ。墜落地だ。ちなみに僕あの一人以上で墜落地行ったことないです。 B サーバーで初めて臨時することになるかも。はい、墜落地あれだよね、クソ強いサイキック打ってくるハッチが出てくるやつ。え、墜落地だから僕あの倒れてる人がいっぱいいるっていうのを見たことないんですよ。これ変わるんじゃなかったっけ、経験値違ったっけ。墜落地ってさ、前半なんか倒れてる人救出するところでしょ。あれ違う、勘違いしてる俺。そうだよね。で後半は気持ち悪い昆虫いっぱい出てくるダンジョンだよね。馬 10.8% 合ってますよね。で前半人数変わるらしいよね、パーティー多いと助ける人数が。僕最低限の人数しか見たことないです。今日もしよかったらこれから行きませんか皆さん。ゲフェン夜間闘技場、あうめえけどなーこれ。ま、俺最後絶対倒せないな。ロイヤル武器置いてきてるから反射あるもんね最後は、うん、うまいけどねこれね、うまいけどどうかな。9試合目ぐらいまで行きたいな。ハードは無理だからノーマル毎回ました。あ、そうなんだ、うん、ティアマトが始まる。そうなんです、15時ですね今ね。すいません、難しい漢字が読めるようになりました。この鍛錬符っていうのがティアマト工場戦でもらえるらしいです。え？え？今までの踏まえた上で見るとやばいということが明らかになってしまいますね。今までさ12% すげえって言ってたのに 38.5% もらえますこれ。
これどうやったらもらえるんですか。もしかして15時からもう始まっているティアマト工場線っていうのにくっついていけばこれもらえるってこと、うん、こちらは、今見てる放送の概要欄にリンクが貼られております、うん、でもこれ20でしょ。どういうこと。20って20ですよ。20です。だいたい20もらえるって。だいたい20もらえる。まあ、ジョブはね、ジョブに関してはクソ雑魚ですけどね、鍛錬符なんて。うん。これって重要なのは、スグルです。そうです。スグルが、すべてを、持っております。拘束時間が長いって言っても、最近は、1時間ちょいじゃないかな。1時間ちょい。1時間ちょうどぐらいじゃないの？インフェルノとかって。ロイヤルってワールド入らないんですか？エキスパートを返さないと入らないですね。普通のワールド倉庫は入らないので、持ってくるのにコストがちょっとかかります。そんで持って帰ろうと思った時にもまたコストがかかるんで、どうしようかなって感じですね。この B サバの狩りが、乗ってきたら移動するかもしれないですけどね。多少めんどくさいです。ただ、そのめんどくささはちょっと前に改善されたんですよ。改善されたにもかかわらず、また、悪化してしまったっていうね。うん。ワールド倉庫エキスパートプランを利用するためには、なんと、エンドレスタワーでもらえる、闇の灰がちょこっとあれば大丈夫ですっていう風に改善されたんですけど、もう闇の灰が入手不能なアイテムになってしまいましたんで。はい。装備移動が面倒で YE はサボりがちなんですよね。なんか僕はほとんどあれですね、あの YE は YE 専用装備で挑んでるからね。なのでね、エクストラはねめちゃくちゃいいですね、うん、インフェルノ行くとね、あの最新の装備を倉庫にぶち込まないといけないけど、エクストラだと、メイン装備じゃなくて一つ二つ格落ちの装備を入れとけばあのいいわけです。なのでエクストラがおすすめですね。はい。エクストラも普通にだって満点取ってクリアできてるもんね最近。うん。はい。ET で灰が消えたのに変わりがない。そうですよ。スパノビだとねその限りではないんですけどね。うん。スパノビだとね、スパノビの魂っていうあのチートスキルがあって。そう、ちょうど今やってるんです。今から言って。こんな放送見てる場合じゃない。みんな、バイバイ。嘘嘘。やめて。この放送見ながら言ってよ。ねえ、この放送見ながら。うん、ねえ、このままお別れするなんて寂しいよ。ついでに言うと、ついでに言うとね、なんならね、今夜ね、これ昼の部はちょっと参加できないんですけど、夜ね、YE の放送ありますんでね、うちの、チャンネルで。夜も見てね、夜もやりますんで、変なはいいっていう配信やりますんで、夜も見てね。今もこの放送も見るけど、夜も見て。はい。YE のね、間取りってすごく難しいじゃないですか、マップ。なんか変だなっていう放送をしていきますんでね。はい。サムネ好きすぎてファンアート変えちゃいました。そうなんですか？気づいてなかった。夜はね、ジランとぶっ殺しゾーン行きましょうね。はい。窓がないよね、これね。窓が。それはさておき。ので、まあ、YE のキャラ作ってて、参加できる人は今、マジで昼行った方がいい。はい。鍛錬符。まあ、来週ね、この、レベルアップチケットが手に入ってからでもいいと思いますよ。今日、なんだろう、YE ってなんだろうっていうのをちょっと学んでいただいて、来週から、全力で、このチケット使った後に通うっていうのもありだと思います。なんせ、鍛錬符って取っとけないからね。もらってから1時間で消滅しちゃうから、今もらって、来週このチケット使った後に、鍛錬符使うかっていうのは無理だから、今日手に入れた鍛錬符はね。はい。のでね、そういう癖もありますからね。はい。あとは、アミシティアはデイリーだね。アミシティアって 5.7% なんだ。うまいね。うん。窓がねえぞ。そうなんですよ。窓ないんですよね。D
で、あとね、僕、節話の地のデイリーってほぼやったことなくて、うまっ！ちょっと待って、14% もらえんのこれ。めちゃくちゃいっぱいあるけど。え？うまっ。なんで俺やってなかったんだろう。節話の地実装されてからだいぶ経つんですけど、なんか全然やってなかった。これ大変なんだ。え、じゃあちょっと今日体験してみよう。ゾリャラ？うん。めんどいからね。あ、そうなんだ。一箇所で全部受けられたらね。あ、そうなの。イスガルダ NPC バラバラで、受注先が多すぎる。一部やるだけでも美味しいです。そうなんだ。例えば遭難者だけだったら。遭難者だけだとさすがに 0.7% で、ちょっと悲しいな。なるほど。220からできるやつだ。はい。で、シミュレーション戦闘。A って何これ？あ、シミュレーション戦闘ってあれなんだ。点数で経験値違うんだ。僕は多分死んで3分待つから、いいかな。え？マップ入った瞬間ぶっ殺されゾーンで、B サバなら SSS 余裕でしょ。そうなの？ヘルボルだと足踏み入れた2秒後に爆発するんだけど、シミュレーション戦闘って。そうなんだ。視聴者で呼べば SSS。 わかりました。39% もらえますけど、どうした鍛錬符。ぐぬぬ。うわー、しかも2回。ティアマト工場戦はね、週に4回行けるんだよ。勝ったな。ティアマト工場戦は週に4回あるから。シミュレーションセンターは週に2回だけど。じゃあ、ティアマトの勝ちか。でもすごいね。39% だって。そして、飛行船破壊活動。シミュレーションセンター、ジョブももらえる。負けだな、ティアマトの。うん。シミュレーションくんはジョブもあります。なるほどね。破壊活動は、あれか。あ、うまっ。え、これは人数関係あるんだっけ？うん。SSS であればですけど、そうですね。え、でもなんか B サバだから SSS しかないって言ってます、みんな。これ230から入れるか、一応。入れる。13%。うまいね。これ人数関係あるか。10.8 関係あるな。破壊は6人がいい。そうだね、増えるね。1人でも十分うまい。そうですね。 10% が 13% になるぐらいですね。で、時計塔はまだ入れないんですよ。240からなんですよね、これね。だから、ここには表示されないと。はい、わかりました。もうこれだけで十分皆さん分かったと思いますけど、まずはこの放送 を開いたままティアマト工場戦に行ってください。それで 38.5% をゲットしてくださいと。で、イリュージョンはちょっともうこのレベルだと行く必要なしと、うん、全部やって 1% だからね。ノーマル保安水上ノーマルも、まあ、時間が余ったら行くか行かないかぐらいですかね。いや、行かないか。230からだったら。今来たんですけど、どのパッケージ230上がるんですか？来週発売予定の、イスガルドチケットが入っている、節話の地、全力攻略パックですね。これは公式にはまだ情報出てないですが、データだけ来てるんで、このタイミングでデータ来てるということは、来週発売で、おそらく、間違いなさそうですということですね。来週の4月18日からですね、ハイパーエンチャキャンペーンが、課金期間が始まるので、そのタイミングで、発売するのではないかと。ちなみに、去年も、220チケットがついている、完全攻略パックが、全く同じタイミングで、オイルの課金キャンペーン期間中に来てますんで、間違いないではないのかなという
ことらしいです。はい、この放送を見た人だけの秘密です。他の人に漏らさないように、もしくはあの漏らす場合にはあのチャンネル登録お願いします。汚ね YouTuber だな本当に。というわけでじゃあやってきますか、レベル上げを実際に。はい、ちょうどねたまたまなんですけど、ちょうどたまたまあたかもね230チケットを使ったかのようなレベルのキャラクターがたまたま B サバにいたんです。はい、たま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 クエストスキップをしたかのように、今朝朝6時ぐらいにここの前提クエスト終わったんです多分。はい、必要オイルの量減ってほしいけど減らないんだろう。いやーどうだろう、古いのだったら減るんじゃないの。うん、ちょうどたまたまですね。はい、これ B サバです。ヘルボロにこんなところにね露店ないですからね。これめちゃくちゃ助かりました僕。ルガの低嗅覚ね3個買いましたんで、ありがとうございます。てか歯車ってこんなに高いの、今870件もすんの、すごっ。何から始めればいいんだ俺。今みんなあれでしょ、どうせティアマト行ってるから、ティアマト行ってる時間帯はソロで攻略できるところ行くか。じゃあさっきのやつで言うと、あれね、あれあれ、あそことかだ、 MD とかだ。あ、普通に平地のやつ行く、転送からフリーデリケ、どれ。あ、聖域もソロで OK ね。じゃあ聖域から行く。あんまね、魔法系のアビスチェイサーね、真面目に動かしたことないからね、ちょっと不安ですけど。不安ですけど、ちょっと行ってみますか。サブクエ終わってない。ちょっとあんまり分かってない。どの辺、サブクエ、どっから手つけよう。大抵のところはいける。まあ、ちょっと手始めに、MD から行きますか。じゃあ。聖域行こっかな。これクエ終わってないね。あ、そうなの？じゃあそれ終わらせないと。一部討伐がサブクエ必要です。どれやったらいいですかそれ。ちょっと待って。それ終わってないわ、多分じゃあ。どれが終わってないのかな？どこ行ったらいいのそれ。転送でしろ。これ？聖女のやつなんか終わったって出た気がしたけどね。なんかこの辺の人がいっぱいいるとこ話しかけたらいいの？あ、なんかびっくりマーク出てる。お前か。これかな？あ、これだ。あ、まだ終わってなかった。MDK は5つセットで回らないと臨時集め。ああ、そうなんだ。じゃあ、先に行くとかやめた方がいいんだ。5つセットってごめん。保安、水上、聖域、飛行船って感じ？爆発墜落。保安、水上、聖域、爆発墜落？これを終わらせる。はい。保安性追破、初めて聞く。じゃあそれは後で行こう。え、ここからどこ行くのこれ。え、下ね、フリーデリケ、これか。来た。カバンがめちゃくちゃ増えたよ。これはすぐ終わる。はい。Bサバルールだと思うけど、水上が保安より先。それじゃあちょっと行くとき教えて、またすぐ忘れちゃうから。ティアマト経験値は 15% くらい入るよね。
15% どころじゃないことになってたけど、さっきのやつだと。さっきのやつだと、38.5% 入ることになりますよ。ティアマト。38.5%。やばいよね。ティアマト工場選定。あ？これでいけましたか？これで。まだ。227キャラ。そうそうそう。レベル帯によってね、変わるから。ミニマップのところ、上行く。OK。共犯なしだとね。まあ、50共犯でさっきのは計算してますね。まあ、50共犯だったらみんな無限に持ってるでしょ？ラグ感をね、引いて過ごしてるみんなだったら。いやー、250、遠いなぁ。そう考えると、マジでティアマトと、なんだ、あと、あの 30% もらえたの、もう一個なんだっけ？ティアマトと、シミュレーション戦闘がやばい。だって、シミュレーション戦闘2回行くと、だいたい 80% ぐらい増えるわけでしょ？まあ、蜃気楼もそうだけど、まあ、蜃気楼はちょっと僕の仕事のスケジュール上絶対にほぼ行けないんだけど、ティアマト1回行って、シミュレーションセンター行ったら1レベル上がるよね。230だったら。すご。何やってんのこいつ。たまりん蜃気楼だからイケてる人羨ましいな。え、放り出されたけど俺。ここクリックしてるだけでいけるのね。ジョブ食べてジョブ49、50だとだいたい1回 5% ぐらいジョブもも増える。なるほど。ちょっと俺共犯は持ってきてる？ジョブ共犯がない。つく汚っ。ジョブ共犯。倉庫入ってるかな。ワールド倉庫だな。まあいいか。とりあえずこれが終わったら。ジョブ共犯完備しとこう。全然もうこの辺のクエスト覚えてないや。凍りついた肉を1個採取してくる。この辺のモンスターって言った？穴関係ないよね。この辺のモンスター。モンスターいます？こいつ？倒すと必ず手に入る。入った今。え？この中だっけ？ちょっと全然わかってない。なんか違う討伐が進んでない？え？俺受けれてる？これやばい。あ、びっくりした。俺生態勢取ってたわ。あ、入った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 入ってる入ってる入ってます。このマップ綺麗だね。ゆっくり見たいけどレイジで来るから見れないね。ゲットしました、ありがとうございます。
で、この中入ると。で、こいつ話しかける。そうだそうだ、こんなんだったわ。敵出るんだっけ、この後。出ない。OK。あれなんだよね、韓国だとさ、途中でクエストとか終わらしてもさ、なんか矢印でさ、案内してくれんだよね。あの、このクエストはこっち行くんだよ、みたいな感じで。地面に矢印が出るの。これでサブクエ終わりで討伐が受けられます。わかりました。これいっぱい出てきたね。受けますか。とりあえずこれ受ければいいのかな。魔力核、あ、持ってくるやつかな、これ。手伝う？受注。はい。これは？手伝う。受注。何持ってくんのこれ。あ、さっきの凍りついた肉。と受ける、全部受けるとかあるけど1個しかないとか多いんだよね。今後増えるんじゃないの、もしかすると。罠を調べてきてください。はい、上級ルガン討伐。え、凍りついた肉めっちゃ要求されるんだね。カラマリンも倒してこいと。はい、受注。これは この辺大変ですね。装備ある程度ないと厳しそうだな。あ、これなんかクリックするタイプのやつね。OK、全部で肉が50個いる。はい、真ん中のは冷凍の事前にもらえるから楽だよ。真ん中のは冷凍の事前にもらえる。他のは討伐あるから大変。ああ、なるほどね。肉は、前日に大量に集めておくこともできますよってことね。だから話しかければすぐ受けてクリアすることもできるけど、討伐混じりのやつは大変ですよねってことね。OK。ほんで、こいつはなんか、ゴミが多い、俺が。またゴミが多いのか、エステキ君。倉庫もパンパンかね。ああ。まあ、一回、とりあえずこんなもんで。カーも10個。超強力触覚を交換して、はい。これは何？それぞれ3箇所に埋めてくる。はい。こんなとこ？これを？この上のマップでやるってこと？川って何のやつ？こいつのやつ？これ？ポピッポピッって言ってるけど、これじゃない。船虫の方の川ですか？川って。これでいいんだ。これも集めんのか。薄くて丈夫な皮。これね。確かにアクセス大変っぽいよね、このマップ。ジョンダ勢じゃないと大変だわ。なんならさ、このマップ実装された時にさ、入場クエストの途中でサバキャンしちゃってさ、1セーブポイントに戻されてさ、続きどっから始めればいいのか分かんないって言ってる人結構いたもんね。
ッケー。ストローを倒して皮集める。マックの紙ストローってまずくない？ちょっと待って、ちょっと待って、お前踏んでくれそれ。蛇の巣にも出入りが一つある。なるほど。あれ本当最悪。そうなんですよ。これ埋めた？ここのマップのバッテンはあれか。タマリンの依頼と、あの、貝埋めてこいの依頼が重複してるんだ。恐ろしいな。一緒に受けておくと同時に一つマップでこなせますよと。美味しい紙ストローがあるみたいじゃないですか。いや、紙ストロー、うわ、やめてさ、蓋を紙にしたらいいんじゃないのか。蓋プラスチックでストロー紙っていうのがちょっとよくわかんない。飛ぶか。近い近い、この辺だ。いた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 。この毒はあれか、毒ヨロじゃないと防げないタイプのやつね。痛いですね。受注がバラバラすぎてそれを全部覚えるのが一番大変そうですね。とりあえずあそこの フリーデリケがいた部屋で3人の依頼を受けれるってことね。いやー、ちょっといっぱいいるな。怖いよ、いっぱいいると。怖い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 。報告の選択肢もバラバラでストレスがたまる。担当した人が別だったのかな。クエスト作る翻訳担当の人がめちゃくちゃいるやんけ。怖怖怖。いや、これは大変だね。これどうすんのこれ。ある程度僕は課金してて、それなりにいくつかの属性耐性取ることができますけど、レイジェネ来る場合って、昨年末ぐらいに復帰した人はどうしてるの？聖鎧って皆さんどうしてるんですか？聖鎧。もしくは聖耐性。今、聖耐性というより聖鎧作る方が簡単かもしれないしね。石化ね。でもそんな、石化石化をさ、装備式集めろとかさ、石化の何？その装備をさ、プラス7にしろとかさ、いや、そう簡単にできるもんじゃないですよね。そういうさ、なんかエンハンスキューブみたいのがさ、来週木曜日にさ、急に発売するわけ。発売します。230チケットと同梱されてますね。同梱されてますね。やったねー。来週発売されんだって。司祭のローブであるって。司祭のローブは高いよ。初見です。いらっしゃいませ。今、ちょっとある程度実践を始めております。緊急入院のベッドから頑張って。ベッドの上でも RO はできるってじいちゃんが言ってたから。それでオイル分買えと。はい、230チケットってありましたっけ？ないんです。ないんですが、なぜ私がこんなことを言ってるかというと、もう一度ね、出していきましょう。来週の木曜日、これは秘密情報なんですけど、このレベルアップチケット230とかエンハンスキューブ2、石化とか、説話の地、クエストスキップチケットとかが入った、イスガルドチケットが買える、説話の地、完全攻略パックっていうのが発売するという噂が
あるとかないとか。はい。僕はもともとはヘルボルですけど、今日は B サバでやってます。今週のパッチに入ってまして、去年の、今頃に似たような220 の、パック発売しておりますので、これは、ほぼ確定かなということですね。パッチ解析は僕がしたんじゃなくて、公式のツール、サイトに載ってます。公式の、アイテムツールに出てますんで、公式がチラチラ見せてきてます。魔法じゃない。夜間魔法大会いいですよ。はい、いいと思います。この後行こうと思ってます。ちょっとあまりにもですね、イスガルドのデイリークエストをやらずに過ごしてきたんで、ちょっと今更ながら、ちょっと体感してます。敵が強い。バカ強い。髪型がすごい、このキャラの。リーゼントですよ、リーゼント。本当の初心者じゃなくても、性耐性全くゼロで来て、みんな心折れたもんね、ここね。でも、この地方のクエストが、どんどん拡張されるから、まだまだレイジェネ地獄は続くんだよな。あんまり海外の情報を言われるの好きじゃない人もいるかもしれないから、ほどほどにしとくけど、次のエピソードもその次のエピソードもこの辺りだよ。ついでに言うと、次のエピソードで天使系モンスター出るかもしれないから、まあレイジェネ使うだろうな。天使がレイジェネ使わないわけないもん。なんかカラピーって綺麗だから拾っちゃうね。シナモンない場合はデイビッドシールドとスピリチュアルクロース。そうですね、スピリチュアルクロースは今未精錬でも手に入れといた方がいいやつ、ベスト5に入りますね。なぜだか分かります？精錬祭近いからですよ。精錬祭が、精錬祭ってここ数年のやつ体感したことない人は分からないかもしれないですけど、プラス9とか10とかを作るイベントではなくて、どっちかっていうと7を作るイベントなんですよね。6とか7とかがゴールの装備とかを、作ると満足感高いイベントなんですよ。スピリチュアルクロースの効果説明文見ると7ゴールなんですよ、あれね。あれ？もしかしてスピリチュアルクロース叩くのがいいんじゃないか。毒鎧は安定、定着してきたけど、毒属性が公式的に使われてない属性だし、そうなの。オートマでもいいかと、オートマでも、ちょっとややこしいかもしれないからね、初心者の人には。僕もオートマあんまりよく分かってないからね。スピリチュアルクロス、おすすめです。わかりやすいから。地味にあれ、ディレイもカットできてよくなかったっけ？スピリチュアルクロスって。ここに埋める。はい。これでデイリー終わりかな？さっき受けた分は。エクリプスカードが値上がるな。いや、普通にカード帳から出る。普通にカード帳から出るし、それ。毒耐性95取れって場所はあまりないから、今後はそっち攻められる可能性もある。確かにね。なんか兜落ちてますけど。兜が大量に落ちてますよ。これでイスガルド行って、ちょっと報告してこようか。あ、その前にあれだ、ワールド走行行って、ジョブ共犯を取ってくる。クラウドキル使ってくる可能性がある。うん、あとはね、あとはあれですよ。なんかサマーパッケージとかアニバーサリーパッケージとかで、大体さ、装備とかってさ、今回のパッケの目玉装備はこれだなみたいな感じで言われるのの陰に、この装備なんで実装された？なんでパッケに入ってる？みたいな、ちょっと微妙なやつとかたまに入ってたりするときあるじゃないですか。
それが来るんだよな、だいたい後々ここか使いどこみたいなやつ。だって最初ディバインフィニックスとかってなんかちょっと微妙みたいなこと言ってる人多かったけどさ、だんだんとさもう人権装備みたいになってきてるじゃん。エンドコンテンツ人権装備みたいな感じに。となると、ちなみにパッケももうすぐ発売なんですよね。サマーパッケージが6月頭頃に発売するんで、その中に、何これ、どこで使うのっていうのが入ってたら、それは、次のエピソードで使います。次のエピソードか、その先の実装されるダンジョンで使いますんで。うん。サマーパッケージの中にこれ微妙って思うやつがあったらそれだから。ちなみに結構直近のパッケージだとなんだっけ、1個前の前かなのやつに結構ワンダラーグリムリーパーって微妙ってみんな言ってたんだけど、僕はこれ絶対強くなるというか活躍の場増えると思ってたんだけど、まさか下段で同じようなの出してくるとはな。まさかだったな。あれ、ちょっと待って、ジョブ共犯ねえやん。あれ？ジョブ共犯置いてきちゃったな。ちょっと待って、イズルードから引き出すか。エクストラジョーカー使える職の方、ずるいと思いませんか？ずるいです。ズルで売ってますからね。シーフ系は。シーフ系はズルで売ってますからね。まあ下段はでもゲーム内アイテムだから成功率中段より低そうな気するけど、そんなこともないのかな。ごめんなさい、ちょっと待ってね。今ガム入れる。ガムじゃないわ、共犯。今入れる。7ディバインとエクストラジョーカーで生体性99取れます。そうですね、99はちょっと溢れちゃってるかもしれないですけど、ジョブ共犯、あれジョブ共犯ないの俺もしかして。そんなわけないでしょ。え、ちょっと待って、やばい、すごいチケット切れそうなやついっぱい見つけてしまってる。あれないぞ、ちょっと待って。ジョブ共犯って J から始まるから IAO 順的にあれだよね。え、俺ジョブ共犯引いてないってこと？ラグ感でやった、じゃあやったじゃないんだよ。え、アジダハーカの皮、え、その逆にするとゆでさそり、この漢字とカタカナの間か、ちょっと待ってね、ごめん、段取り悪くてごめん。ん、どこだマジで。英雄マント、え、ないぞ俺、ジョブ共犯ない。ちょっと持ってくるわ、持ってきますので、その間これを見つめてもらおうかね、みんなにね。一応ジョブ45まで上げてくれるらしいよ。対戦の話をするとパッケが古くなってきてイージスがどんどん減ってるから、イージスと同じような効果のやつをパッケに入れてほしいな。確かにね、使い切ったのかな、なんか期限切れそうだったから入れたんかな、どうだったっけ。ちょっと覚えてないですけど、全部開封してまとめちゃった可能性は、あーそうだわ、こないだそういうショート動画作ったからその時だ。そうだった、そうです、こないだショート動画で作った時にまとめました、思い出しました。
違う、こっち、そうです、726個もあります。100個持ってこう。清廉祭りは8まで叩いてって言うけど、あんまり僕はそれをおすすめしない。それ言われて、あの普通に復帰者の人があの8目指したら絶対ならないから、絶対なる。ちょっと画面消しますね、これね。あ、今またあれか、 B サボ戻るからいいんだ、つけたままで。うん、8に持ってけたらね絶対いいと思いますけど、復帰して1年未満の人は絶対に8持ってけないよ。うん8持ってけない。8持ってける人はもうあの数年やってて清廉祭の仕様よく分かってる人。絶対持ってけないとは 言わないけど、うん、あ、復帰者も含めて総合的に話してます。うん、復帰者も含めて総合的に話してますよ、もちろん。あのたまたま間違えて7までいったのにうっかり1回叩いて8になっちゃうっていう可能性もあるし、ただ復帰者の人だったら7で終わるぐらいの気持ちでやった方が楽しめると思いますね。うん、清廉祭は。僕も長年RO やってますけど、清廉祭は7でゴールだと思ってますから、8は絶対無理って思ってますからね、僕は。うん。そう、8は分かってる人がね、やる領域ですね、清廉祭だと。そうですね、そう、実際やったら分かるんだよね。7人もならなくて、メンタルに来るんだよ。その通りです。うん。7にならないんだよ、清廉祭って意外と。7ゴールとか言いつつ。6はね、腐るほど来るんだけどね。7にならないの。8は1アカウントで全てのポイントを使い切って1個できるかどうかのレベルだったはず。はい。なんかそう聞いたことある。7の時点で 10% くらいだからね。10% ってことは、本来の精錬でいうところの、9の装備を10にする確率ってことですよね。で、しかも、それが成功しなかったら精錬祭は精錬値が0になるから、それをまた7まで持ってくのが大変なんですよね。そう考えると、絶対7度目がストレスないんですよ。うん。なんなら、6になった時点で、ここがゴールだったら良かったのにって思うぐらいの確率だから。ここがゴールだったら、どんだけ良かったかみたいな。そのぐらいの確率に感じますよ、多分。しゃー。戦闘強化も補充。え、いっぱいだって？OK。 6まではねちょこちょこ行くんですけど、そっから先がね、10回に1回ぐらいの成功率ですから。はい、というわけで待って、イスガルドのデイリーってさ、なんか他にもなかったっけ？俺なんか倒してこいって言われたよね。倒してなくない？肉集めてこいって言われたよね、あとね。肉集めてないよね。あと皮も集めんだっけ、結局。集めてないわ。皮。こいつは関係ないの、これ。これ関係ないの。L2 は拾うか。皮の火もやってない。じゃ、なんか集めるんだ。あとあれだっけ、ダンジョンの中の奴らも倒すんだっけ。ちょっとまだ自分の中にルーチンとして定着してないから、ちょっと一つ一つ噛み締めていくわ、ゆっくり。結構やることが溜まってるね。光るワカメ、これなんか清廉祭で
納品ありそう。いや、蛇のクエ受けてない。それどこで受けるんだろう。蛇のクエってどこで受けるんですか。蛇のクエ。蛇のクエは蛇のマップで行けばいいの。変身スクロールお持ちですか。それは持ってますね。これでしょ、ルガン変身スクロール持ってます。ユンケがいるあたり、ああの辺ね、蛇の町ね。教えてくださいありがとうございます。じゃあ教えてくれたお礼にちょっと一つね、ルガンスクロールでできる裏技を教えます。ルガンスクロールって、ここでと使ってもこう変身しないんですよ。煙が出るんですけど、この煙ってクールタイムないから、おしっぱにすると兵庫着ながら歩いてる人ができます。ブブブブブブって、僕もね結構ね おなら出ちゃう体質なんですけど、だからね非常に可視化されたおならっていうのは汚いなと思いました。痛いけど屁が出ちゃう。痛いけど屁が出ちゃう。痛いけど屁が出ちゃう。ブンブブブンブブブンブブブン。ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ。おなら暴走族です。とりあえずこっちのマップ行きゃいいか。あ、どこだ。すぐそうやって毒巻きゃいいと思ってる。いて。ほんまここの平地って怖いな。死と隣り合わせだよ。川集まってねえし。討伐は終わってるか。いやこいつは強いよ。アーローのさ、良くないとこだよ。遠距離モンスターのさ、命中率高くしてんの。シーフ色がさ、フリーで避けれないって相当だよ。しかもこんな平地で。ここがイスガルドかっつってさ、歩いてたら普通に殺されるんだ。これ毒鎧着てなかったら、この毒の中に2秒いたら死ぬからね。このまあ、町からも転送で来れたかもしれないけど、ここってことですよね。この先ってことよね。ちなみにこの毒ってそうだよね、肩の毒耐性じゃ軽減できないんだよね確か。なんか時々そういうのあるけどさ。やべやべ、そアイテムいっぱいだ俺。アイテムいっぱいできちゃった。いらないもん捨てる。真珠もったいないか。なんかそういうのありますよね。焚き火は火鎧じゃないと軽減できないとかさ、火型じゃなくて火鎧じゃないとダメとかさ、鎧じゃないとダメみたいなの結構あるよね。いっぱいじゃない時もあるんですよ実は。ペストでかいな。ペストじゃないんだよねこれ。ペストとの関連をちょっとね教えてほしい。痛えな。痛えわ。これで左のマップ行ったらいい？なんか定休なんとか角を集めながら。ルガンの丸角は何個いるんだっけな。クエストウィンドウさ出したいんだけどさ。全部オフにするボタンが欲しいんだよな。全部オフにしてから必要なやつをオンにしたいんだけどさ、全部オフボタンがないからこの機能を使う気にあんまなれないっていうね。億劫すぎるんだよね。なんで最初から全部オンなんだろうな。全部オフでしょ普通。
普通に考えて。これみんなで手紙送ろう、運営に。最近手紙爆撃されると運営動くらしいからやべいっぱい来たわっつって直すか、しゃあねえからっつって直すらしい。スクロールして下のやつをいじるとスクロール最上段に戻る親切設計。そう、意味がわからないんで本当に。全部オフが正解なんだから。あと氷の肉も集めないといけないのか。ちょちょちょ、またまた、おい、間違えた、殺す機会を急サイキック打つときはちょっと教えてよ。死ぬかと思った今、びっくりした。殴らなければ撃たないかも。そうなの？殴ったかな俺。びっくりしたわ。あいつ見かけたら即逃げてる。危ないなあいつね。とんでもない輩だった。あいつと戦ったの初めてかもしんない。いや痛いな結構。結構痛いな。粘耐性があれば大丈夫。いやね、ないのよ。生と毒に振ってるからね。今はないの。前はね、肩で粘取ったりしてたんだけどね。最近普通になんか、三属性ぐらい要求されますよね。討伐はこれだいぶ終わったかな？あとなんか足りない討伐ありますかね？それにしてもあれですね、アビスチェイサーで便利ですね、全回復できるから。ただで。この間ツイートにも書いたけど、ここ1年ぐらい僕 3% 回復剤使った覚えないです。あとはなんだ？フィールドでに肉を集めたらいい？肉足りてるこれ。こっちで受注してそっから討伐ってことか。 OKOK、 この左のマップで受注してからこっちのマップ戻ってきて討伐ね。じゃあとにかく先にあの蛇の町行かないといけないね。初めてさ、これ歩いてさ蛇の町行くかもしれない。やっと道のつながりが分かった。で、ここに来ると。OKOKOK。あれ？こいつに話しかけんのかな？こいつかな？あ、違う。これは、白に戻されちゃうから、こっちのマップの、バッテンついてるとこ行く感じ？左下、OK。いやー、ちょっと受注するとこが、バラバラですね。そもそもの話ですけど、ジョンダとかないときってどうやってイスガルドに来るんですか？あ、変身か。またこうやってさ、インベントリー圧迫して。氷の城から蛇の巣には飛びますよ。はい。ルーンミッドガツからはどうやって行くんですか？歩いて。アルデバランから。へえ。はい、これでルガン低級魔力核、ルガン魔力核、ルガン低級魔力核あるよ。あるって。は？あるよ。討伐もするってこと？これ。あ、討伐納品セットになってんだ。イスガルドのクエストを全部街から転送してくる。そうらしい。
それに頼りすぎてて、ちょっとマップのつながり把握できてなかったから、ちょっと今歩いてみた。アルデバランには王宮旧士もいるから実は便利。へえ。みんなラグナルクオンライン詳しいね。よし行こう行こう。ここはシミュレーション戦闘。これは？あ、これ飛行船だ。オッケー。じゃあ、右のマップで討伐してくると。無駄に広いなこのマップ。それにしてもさ、最近のアロのモンスター気持ち悪いよね。大丈夫かな。このゲームのキャラクターたちって可愛いっつってさ、230レベルチケット買わされてさ、来るダンジョンとんでもないモンスターが湧くっていうね。これだからね。泣いちゃうよみんな。あ、討伐進んでる。お曲。あ、メインギフありがとうございます。かたじけない。あれ、あの目ん玉も倒してこいって言われなかったっけさっき。あれ、目ん玉ってこのマップだったっけ。ここどこだ。これぬくもり。あれ、捨て穴ってどうやって行くんだっけ。なんか捨て穴のモンスターも倒せって言われてない。捨て穴ってどっから入るんだ。あ、イオンさんおめでとうございます。メンバーシップギフトが当たった。討伐終わった。魔力核を集めとかないと。ぬくもりから出たマップ、ぬくもりから出たマップ、一回これ右から、いや、マップのつながりがやっぱりあんまわかんないね。転送はしてもらえるけど。オッケー。これで討伐終わったかな。いや、これどこで共犯食うか悩ましいね。まあ無限にあるから、もうあんまり共犯の効果時間とか考えずに使うか。説話浄化が終わって230からが条件。へえ。でも討伐受けれてから多分入れるよね、もうね、おそらく。で、まあデイリーとか以外にもやっぱ平地とかも混ぜていかないといけないだろうから、そうなってくるとやっぱり時計未知の空間入れるようになるまでは、240までは捨て穴になりますよね、きっと。平地は、いや、怖い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 。ちょっとモノクロ炭治郎が来た。モノクロ炭治郎怖いんだって。まあ共犯無限はね、ラグカンやってる人のね、特権ですから。六景教の特権ですからね。炭治郎みたいな格好してるやん、あいつ。いやー、もう遠いもんね、こっち。あ、道もわからない、これ。移動するだけだったらクエストマップにしたら敵少ない。あー、そういうこと。お、おめでとうございます。したらここでもう共犯食ったらいいのか。ジョブ戦闘、はい。え、あーあーあああ、まだ討伐終わってない、もしかして。あー、もうわからん。ねえねえねえ、まだ終わってないらしい。どういうこと。イスガルド
1のやつが今討伐をもらう、いやそんなことないでしょ。2種類必要で原子ルガンがいない。どこにいるの原子は。え、原子ルガンってことはすごく原始的なやつだよね。こいつじゃないよね。手生えてるもん。これ最下級ルガン、これ終わってる。え、原子ルガンはどこにいるの。ここにいる。ここ01来た。あ、これでしょ。手ないやつ、これだ。お前かな、お前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 、これだ。見た目がわからんのよ。もっと手があるやつとか手がないやつとか言ってほしいよね。なるほどね。エクストラこれから交流です。なるほど、早いですね。インフェルノは1時間で終わってますね。1時間で 38% もらえるんだ、すごいじゃん。ペストですね、でかいペスト。手があるペスト、手がないペスト。エステキチャンネルを宣伝の流れがありました。ありがとうございます。これでいけたはず。ダンジョン違う、都市でイスガルド、ヘビノス。エピソード終えてないから全く何なのか分からん。いや僕もそうなんですけど。何回やるんだよ俺。これで OK？あ、これで OK。ミミルガンドさんね。これ、男子だか女子だか、どっちだと思う？これ。ミミルガンドさん。まあ、女子だったら、まあ、俺のケツパン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 殴ったのは許す。うん。返信忘れがち、そうです。で、あとはあれか。あ、違う。イスガルドの氷の城行って、で、ここの、どれだっけ？これは？これは受けた？俺。これ報告？あ、報告できる。女子だったらいいね。リュウ君さんいらっしゃいませ。もらってるわ。もらえたわ。あー、なんか多分美味しい。今日は 40% から始まってますよ、経験値。なんか売ってる、非常に助かるやつですね。聖リラプス売ってます。はい。このルガンの低級魔力核、マジで助かった。今朝、この枠、準備のためにさ、入場クエストを進めてるとき、マジで助かった。意外とクエストマップだと出なくて。なんなら一回死んだし、俺。毒鎧じゃなくて死んだし。これが終わってないって、これ何？捨てられた穴1に向かい、捨て穴1まだ行ってないな。アルプカオ、ん？アルプオカート様と一緒に。誰アルプオカートって。捨て穴行けばいいの？クリックして回るやつ。この辺の出入りちゃんとやったことないから。あ、これかアルプオカート。お前か。あ、出たね、出た。これクリックする。うん、強くねこいつ。倒しきらねえわこいつ、やべえわ。火力不足だわ俺。やばいやん。あと2箇所。修行ね。ちょっと多いよ、数が。ちょっと待って待って。やばい。1枚で焼き切れないのか、俺。始まったな、地獄が。やばい。1枚で焼き切れてねえ。
フロムジアビス混ぜていくしかないか。直置きじゃ倒せない、ね、直置きとこれ混ぜていく。なるほどね。痛い。いやこれはそれなりの装備で来てますけど、それなりの装備で来てるんですけど、僕はいやこれ来週発売のパッケだけの人だとどうなんだろうな。ベビーハルキゲニア欲しいですね。なるほどね。いや分かんない、僕が弱いだけかもしれないから。他の職業だったらねもっと余裕で狩れるかもしれない。痛い。どこクリックするところ。そうよね。よしクリックした。お遍路参りできた。お遍路さんね、お遍路さん、お遍路さんが一番きつかったな。ちょっと死と背中合わせだった。確定吸収あればまあなるほどね。僕の場合あれですからね、あの完全回復がありますから、これの栄翔さえ潰されなければいけます。なんならあの魔法型なんてこの手動アビススクエアを置くたびに AP 回復するからほぼ無限です。ポケットの中イグミ、うん、さあじゃあ戻ろう、都市転送でヒスガルドで、氷の城、これもね運営さん、これ僕のあのささやかな希望ですけど、ジョンダーに直近5個ぐらい使った転送先リストみたいなのあるとすげえ助かるんですよね。討伐足りてない、もしかして。ちょっと待って、討伐罰、何これ、単眼ドロカリス、なるほど。なるほどね、単眼ね、穴2の方ね。なるほど。うん、やりがいがあるよね。とてもたくさんのマップに行けて、あのこの世界をね知ることができるっていうのはすごくいいことだよね。アーロの世界ってこんなに広いんだっていう嬉しいこと。ありがとうしか出てこないね、言葉としては。もうありがとう以外の言葉が見つからないもんね。あーちょっと待って、ゴミが死ぬ。お前が単眼、違う、こいつ双眼だ。なんとかなってますよ、なんとかなってます。あ、単眼来た。過酷な環境ね。パッケーレベルの装備じゃ来れない。いや、あれだったらどうですか、石化セット。逃がしてくれない。逃げれない。え、今俺絶対タイムカード押して帰ろうと思ったのに許されなかった。タイムカード押した後に働かされたんだけど、今どうなってんのこの職場。帰れなかった。ちょっと待って、帰れない。ちょっと待って。帰れない。ちょっと死んだんですけどねえ。ああ、ペナルティーが。まずいですね。完全に確定吸収がある物理職じゃなければ、あまり、あれですね、深追いしない方がいいですね。これは反省点ですね。物理型との戦い方に違いがあると。これ討伐終わったかな？さすがにまだ終わってないか。
いや、あのカンマがないからセーフ。うん。カンマがないから数えられないんで、ショックを受けないっていうね。あの元宝からの優しさです。ありがたいよね。本当にありがとう以外の言葉が見つからないです。よかった本当に。うん。これカンマ付きだったらショックで心臓止まってたから、そういう意味では助かったって感じかな。うん。リアルでデスペナ受けないで済んだからもうありがとうしかないね。あと6匹倒せたってあと6匹ちょっと赤みがかった方ね。怖すぎるよ、怖すぎる。 1% でしょ、たった 1% でしょ、たった 1% ってあれだからイリュージョンダンジョン全部行ったら 1.1% だもんね。クソ大変じゃん、クソ大変じゃん取り戻すの。ねえどうしてくれんのよちょっとずつ進軍してこう。うん、いや結構人いるわこれ、結構人いる。おお、まあこのぐらいの数だったらいけるかな。さっきのはちょっとねなめっぷだしたね。なんだ急に湧いてきたやつが勝手に死んでた。デスペの防ぐアイテムとかありますよ、ありますけど、まあそれは高いんですよね。昔はね、ラグ缶の中に入ってたりした頃があった気がしますけどね。あれは違ったっけ、ジークだったっけ。横脇も怖い、なるほどね。4体ぐらいだったらいけそう、うん、4体ぐらいならいけそう。あんま広いマップは怖いかもしれないですね。これで終わりかな。OKOKOK。終わったよね。あと、ルガンも終わってるよね、これね。こいつと関係ないよね。討伐終わったかな。よし、帰ろう。ハルキゲニアカードはだいぶ安くなったんですけど、それでも高い部類で、かつ、効果的にはかなりいいですよね。毒鎧にすることができつつの、プラスアルファの効果ついてるからあったら欲しいですよね。うん、ちょっと僕の魔法火力だとあんま無茶できない感じでしたかね。多分もうちょっとあれじゃないですかね、レイジェネ方面にエンチャとか装備とか寄せたやつだったら一角狩りとかできるのかも。よし、すべて報告。はい。はい。物がいっぱいで報酬もらえないやつね。ちょっと、舐めてんの？ねえ。いろいろ預けます。よくわかんないやついっぱいあるから。重力安全装置。元宝危険装置はないの？元宝危険装置は。あと何いらない？よくわからん、ヘアバンドいらない。信頼の証、マジカルアップル、キラキラスティック、なんで持ち歩いてんの？騎乗手綱いらない。強固の目もいらない。もう捨てられない。呪われてる、これ。あー、呪われてる。このチョコもいらない。黒い物体いらない。フェイオン移動スクロールは後で使う。ペイントブラシとか必要なのかわいそう。そうなんですよ、かわいそうな、嫌がらせ受けてる。ペイントハラスメント、よし、これがデイリーか。物理アビスチェイサー時代のちょっと癖を抜かないと無茶して死にそうだね。ちょっと気をつけないといけないな。あれ俺これ手伝ってなかったっけ。いや手伝った、報告できる。はい、これでイスガルド系のやつは終わりかな。 SSS クリア、58人で、すごいね、すごい。 62% になってます。40% から始めましたからね。うん、
大変な割にもらえない気がしなくもない。でもこれ平地でこれ稼ごうと思ったら大変だから、え、研究やった？研究ですか？その後お姉さんから魔力なんとかを交換する。お姉さんってどれ？この人？これ？はあ、こういうこと？はい、3つ作る。はい、そうなんだ。3つ作りました。そしてどうしてまとめて作ってくれないんですか？成功判定とかあるんじゃないの？これ違うの？これをベルンドなんとか様に持っていくって言ってたよね。入り口から転送した方が早い。 OK。 とにかく迷子センターから出発するってことね。迷子センターで、あ、これね、ベルグンデ、こいつか、ベルグンデ。はい、俺はできる男だからね、先にね、もう作っときましたよと。ん？受注して、で、報告。もうエンター連打させて。やめるを一番上に置かないで。やめたくないから。うん、ベルグンで。ウルトラフード、あ、船虫ね。はい、どうやって帰るのこれこの部屋どうやって帰るの？あった、出口あった。あ、帰れない。氷の城 2F にも探索クエストがある。 2F 行く。じゃあねえ、もう一箇所にさ一箇所に置いてくれ。2F 行くと、キッチンね。ゾレア、ゾレアだ。これか。ほんで楽しいやつね。俺はもうね、大抵のことは楽しいからね、うん、12時間ビンゴやってたって楽しいんだから。おう、ランチタイムはさぞ楽しいだろうな多分。何？10個でいいの？これ10個ってこれ12時間かかる？12時間以内に終わるんだったら全然楽しいよ俺受けたよね今ね。で、皮集めてくるのね。余裕。楽しい。もうありがとうしか出てこないね。うん。またビンゴするって。まあ、ちょっとそれ、また別の話になっちゃうけど、うん。ビンゴに似たね、また地獄の企画ね、思いついたよ。リラプスじゃないやつで思いついたよ、また。12時間放送できる企画。さあ、皮集めよっと。てかビンゴのマスさ、なんかいろいろ変えたらさ、なんでもできるしね。ビンゴする企画なんてね。ただあのね、体力的にね、1ヶ月に1回が限界だなっていうのだけは間違いない。それだけは間違いないことがはっきりしております。皮10個。今何個だ？ 8 個。紙ストローを10個集める。紙ストロー10個集めると。そう、リラプスビンゴをガチでやり始めた人 いましたね。集まった。これボタン一つでイスガルドに戻れるアイテムが欲しくなってくるよな。
一回どっか挟まないといけないのがちょっとなんか、なんか次のパッケン出そうじゃない？イスガルドへの帰還とかいうスキルが使えそうなアイテム。こっから飛ばしてもらうのか。ゾレア、ゾレアラ。次何っていうのは、次の企画は何かってことですか？ちょっとまだね、調整中なんでね、ん？あれではないですね。次は氷の城 2F。あ、まだある。まだあるの？これどっかで出んのこれ。レベル？レベル。ほんで、機関アイテム来ると思ったら、そうだよね。次はフリーデリケは行ったよね。氷の城選んだらいいですか？氷の城。ここ 2F とかあったんだ。どうやって行くんだろう。この室内さ、あまりにも視点が低すぎてさ、あんま分かんないんだよ。適正のレベルになってないのに飛ばれたら困るから作ってないのかな。そうなのかな。奥の階段、めっちゃ綺麗だね、ここね。え？騙された。こっちか。違う？あれ？あれ？この階の左側。こっちで合ってる？左。左。こっちか。暖炉がある部屋。ここ？ある。暖炉。まずいでしょ、氷の城に暖炉あったら。ハイロオオカミの村でもいいとは思うけどね。何しろって？はい。凍てついた氷の氷河に向かう。はい。はい。で、あ、ここジョンタ使えるやん。ナイスだね。アギョ、イスガルド、氷河の、遭難者。めちゃくちゃ遭難してるじゃん。こいつ腹立つ。強いよ。装備見直し必要か。全然ダメージ取んないよこれ。なになにこれ。バッテンのところをクリックすると3分の1の確率で正解があるってこと。行ってみよう。でもこれでだいぶ流れ分かりましたよ。あ、これね、くぼみね。ちょっと待って。人が今くぼみをクリックしてるでしょうが。なんもない。え？なんもないって出たら、もうそこにはなんもないってこと？既存地形リセットも来てほしいですね。いや、来ます。これ絶対来ると思うんですけどね。これなんもないって出たらもうなんもない？なんもないって結果が出てもこのびっくりマークが出たままなのかな？くぼみのルールが分かってない。次の場所へ行くっていうことね。なるほど。飛ぶか。お、いいとこ来た。参加者のうちどれかが正解というルールのミニゲームということですね。いや、楽しい時間が過ごせそうだね、これは。終わったと今。連打しすぎて何も読めなかったけど、今見つけたということですね。よし、楽しいゲームだった。いやもう終わりか。楽しい時間ってすぐ過ぎちゃうんだね。うん、ワクワクが止まんなかったよね今ね。ずっとやってたかったもんね。新しい全力パック、何をプラス7にするおまけがつくんだろう。グレーシアか。いや
セッカですね、セッカ。あ、違う、これ NPC じゃなかった。間違えて、あの、吸い込まれてった、あそこに。なんだっけ、氷の城行って、いや、でもさ、これ、え、これ大変じゃない？これ。毎回、ここに転送されて、真ん中から登れない、両サイドの階段登って、左側の暖炉の部屋行かないといけないの？これ。報告するのに、あれですね、RTA 始まりますね。あれ？俺終わってない？これ。なんと、創作の報告は 1F 右です。まあ、市役所ってそういうもんだからね。うん。そういうもんですよ、やっぱり。仕方ないよ、だって。部署が違うんだから。部署が違うから、それはしょうがないよ。なるほどね。社会のね、は？よくわかんないっす。なるほど。ああ、なるほどね。こうすることによって、ここの建物の構造がよくわかったということは、もうやっぱありがとうだよね。うん。非常にありがたい。これでイスガルドの出入り終わったってことかな。はい。ちょうどね、たらい回しにされたおかげで、あと共犯3分ぐらいで切れると。うん。じゃあ、じゃあ行こっか。デイリーに何時間かかんだよっつってね。うん。え、みんなこれどうするんですか？B サバだと、あの、水上保安行くときってどこで募集かけるの？これ。ちょっと待って、さっき順番教えてくれた人いたよな。ね、もう一回教えて。慣れれば15分でいける。なるほど。プロ南。じゃあ、プロンテラ行こう。イベント期間じゃないならプロンテラ南。マジで。ヘルボルだとプロンテラ南行くと、ポリンかルナティックしかいないけど。ちょっとそれメモっとくね。ありがとうございます。高吉さん。ちょっとメモります。どうやってメモんのこれ。コピーしたいんだが。あ、できたできた。こうして、ちょっと待ってね。R をメモディスコードに貼っとく。やってんね。この辺で出したら大丈夫？保安、水上、聖域、墜落破壊。最近ってチャットどうやって出すの？この人みたいなときに。ノーマル、水保、あと3みたいな感じ？聖域混ぜないの？逆に。ここ邪魔かな？ここ邪魔かな？この辺にしよっか。人いるもんな。ボスなしにしない？生産したくないもん。あ、聖域は省いた方がいい？上の方でいい？わかった。いろいろあれですね、さまざま文化があるみたいですけど、聖域省略しよっか。ソロで言っても同じだからね。じゃあ聖域省略かな。うん、最近はその辺が効率化されてきてるってことね。ここでいい？ライブ配信してるよっていう意味なんだけど。
ライブ配信って書いてあったら知らん人は入ってこないでしょ。ヘルボルは、いや、ヘルボルは250のキャラ1体いるんですよ。 B サバでも250がいないと今後のダンジョンに対応できないなと思ったんで、ちょっと B サバで250を作る計画ですね。加えて多分来週230チケットが発売するはずなので、それのね、230にした人がどういう風に250目指すのかっていうのをちょっと考えていくライブ配信です。誰も来ない誰も来ない。募集の仕方変、これ。これ場所が悪い、もしくは様子を見られてる。ああ、確かにな、エステ的だしな。ちょっと喋り疲れたから水飲みますね。え、今放送見てる人来ていいんですよダメじゃあちょっと人来るまで B にキャラいない。あ、そっか、逆にね。今日の喋ってたことおさらい。ででん、はい、ゆたたにさんいらっしゃいませ。今週のパッチに、このアイテムが入ってました。今週のパッチに、イスガルドチケットっていうアイテムが入ってました。おそらくこのチケットを、あ、ノーマルかハードで迷ってる。あ、それ書かないと。確かに H って入れればいいんだっけ。 H って H、それちょっとテンプレに入れとこう。保安水上エッジ、オッケーオッケー、これで伝わるはずね。今入れました、チャットに H 入れましたんで。あ、ホス、もっと略語にしないとダメってこと。ホスイ H、 装備とかないとダメなんですよね。いや、僕のやつは全然大丈夫ですけどね。保水追破って書くの？追破、追破ね。保水追破、あ、来た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 。これ左に来たらもうパーティー送っていいってことですよね。じゃあ OK、 よろしくお願いします。最近 PC 落ちやすくて様子見中。はい、集まってきた。装備はまあある程度でいいですよ。ある程度、別に火力参加じゃなくても、ぶっちゃけこの募集かけてるダンジョンくらいだったら一応僕も攻略できるはできる難易度なんで、水上まででも参加したいです。はい、大丈夫です途中まででも全然。イグハ持っていってる。このキャラは持ってるよ、44個持ちすぎ持ちすぎてますね。はい、あ、ニャーメンさんも来たよいっぱい集まってきた。やっぱ一人来るとね、みんな来ますよね。一人来ると次からあれにしよっかな。僕、こういう募集かけるときは、最初の一人目を、のハードル高いらしいから、サブアカウントが桜で入るようにしよっかな。なんて？チャット、聞かれてる？ちょっと待って、ちょっと待って。保安からですか？保安からじゃないの？これ、逆に。保安からです。この順番。珍しいの？保安からじゃないの？水上から普通？水保の順番なんだ。
あ、そうなの。じゃあ水保にする。 B サーバーは水保か。じゃあ水保にする。保安から聖域ポタイ出すことが多い。聖域はだってソロで行けって言われたよ。そうなの。水上からの方が無課金に優しいんだ。そうなんだ。じゃあそうする。ちょっと待ってね。じゃあ水保にするか。じゃあ水保にします。じゃあじゃあ水からし、水からにしましょう。じゃあ水からにしましょう。水、水保で、水保でいきましょう。水保。違いは何？多分水上のそばにあの保安に転送してくれる NPC がいるらしい。他、あ、この方も行くかな。この方も行くと信じて送る。あと今準備してるけどみたいな人、あ、この人かな。はい、あ、どっちも近くにあるの。じゃあどっちでもいいんじゃん、マジで。じゃあどっちでもいいけど、まあ水保がメジャーな順番ならそっちで、全然僕はどっちでもいいんですけど。なんかどっちも同じらしいよ、みんな。どっちも移動 NPC いるって。それなるほど、ショート動画にするわ。メモメモと。保水ショートと。それショート動画にするわ。他いなそうであれば出発しましょうか。もう6人以上いるしね。あ、来たかな、いらっしゃったかな、この人。チコさんかな、チコさん、はい、来る。来た。来ましたね、700メガの女。行きましょう。集まりました。行きます。555。自分で言ってたのどっちだっけ？ほからでしたっけ？自分で言ってわかんなくなっちゃった。どっちからって言った俺。破壊、発意です。発意。両方です、それ。両方。水からね、水から。水保行っちゃったんで、じゃあ、あとでじゃあ参加お願いします。ここジョンダ使えないよ。一回入んないとジョンダ使えないんだ。NPC 知らないだけでどっちも近くにいる。大丈夫。みんなが知らないことをショートにすれば、僕が得するから。僕が気持ちいいんで、ありがとうございます。みんなが知らないでいてくれてありがとう。みんなが知らないからありがとう。水からね。水上。すすすすすす。すすすすすすす。チコさんは来たけど、水上から参加するって言ってた。あ、違う違う。水保は終わってるって言った。みんなハードね、ハード。うん。ハード。チャットしないと伝わらないの。ライブしてるからって見てる人はいないだろうし。え、だってライブ配信って書いてたよ、募集してるときに。ライブ配信って書いてたから、ライブ配信見てる人しか来てないと思ってた。あと、それはの、それがどれだか分かんないけど。それっていうのは、チコさんが700メガの女かどうかってこと？確かにな。まだ700メガ集まってないから、違うかもしれない。うん。チャット立ててたから、ノラさん来るよ。配信、ドライブ配信って書いてあるから、ライブ配信 OK ってことかなっていう。普通にノラの人もいるかもしれない。そうなの。次どうやって書こうかな、そしたら。ライブ配信
見てる人にする？書くとき看板。書いてあっても見てるとは限らない。じゃあ次から見てる人だけにするね。看板に書くときは。それで見てない人が来た場合にはもうそれは知らんでしょ、さすがに。それはさすがに知らんでしょ。うん。うん。配信ってさすがに。映ってもいいやくらい。わかった。じゃあ配信見てる人限定ってチャットに次書くね。次募集かけるときは。配信って聞いてる方いらっしゃいますよ。僕は聞かれてない。チャットでそう書かれてるけど、配信ってハテナってなってるだけで、別に、この方も配信してる人だから別に多分分かってると思いますけどね。ジョークで言ってるんだと僕は思ってたんですけど、今。マエストートさんって、あれですよね。配信してる方ですよね。逆に。これジョークでしょ、だって。まずはここで、ちゃんとみんな来てることを確認しなきゃいけなくて、チコさんは、補水は終わっちゃったって言ってたから、後で合流するらしい。どこだっけ？飛行船から合流するって言ってた。俺、西洋路にしてるよな。OK。いや、違う違う。いろんな話題がちょっと錯綜してるんですけど、次からは、配信見てる人だけっていう風に募集かけますね。チャットでも説明すんの、ごめんだけど、めんどくさい。単刀直入に言うと、コメント見つつ、R を操作しつつ、チャットでも、説明するっていうのは結構めんどくさくて、ごめん、もうちょっと俺が有名になるわ、頑張って。うん。ごめんだけど、許してほしい。だから、もうエステキが、募集かけてたら、放送を見てる前提なんだなっていうのが浸透するように頑張ります。ごめん。うん。一人落ちた。どの人だ、落ちたの。落ちても5分以内やったら入れる。誰さん落ちたの。サンさんが落ちた。サン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 。庭園まで来れてる。入れたかな？あ、入れてます、入れてます。うん。微妙かもしれないけど、ギルドの職位とかに書いておく方が認識。僕の？ギルド入ってないです。僕の職位に書いとくの？あ、ちょっと待って、どこ来た俺。チャットの看板に書いてあるの読まないのに、ギルドの職位は読む可能性があるってこと？まあ、ボスやるか。やりましょう。ちょっとその辺の方針も考えとこう。ボス、ちょっと待ってね。ボスやりますか。ボスやりましょう。やります。いや、もうちょっと、結構、求められることが多いんだなと思ったんで、ちょっとその辺はもっと分かりやすくしときますね。あ、外出ちゃった、ごめんなさい。とりあえず倒そう。ごめん、
最初はやらないって言ってたんだけど。オッケー。次からなしにしよっか。じゃあボスはみんな共犯食ってたりとかするだろうから。そんでどっから飛ばしてもらえるっつうのこれ。これ違うな。ドイツが飛ばしてくれるのこれ。わからねえ。左これ違う。これ敵だよね。わかんないからちょっともう行くわ。今度は保安。でパーティー作り直します。でどこで募集かけようかな。この辺にしようか。この辺、この辺で僕の右に。この辺も決めないとな。久々にあれしてますけど。でちょっと待ってね。クリックができねえ、クリックができねえ。よいしょ。歩いちゃいそうだからこうしとこう。でこうしてこうして、でチコさんはあとで飛行船のとこで合流と。プロ南以外で募集かけるのね。そうだね、確かにね。すいませんでした、お騒がせして皆さん、 B サバの皆さん、不作法で申し訳ございません。ドクラも行くんだよね。ドクラ入ってるか。ドクラが抜けてないのか。オッケー。でチコさんはあとと。でダンジョン作ると。先作っとくべきなのかこれもね。忙しいね。忙しいね。こういう普通の臨時やるの久々だわ。よろしくお願いします。54人待ち。ちなみにですけど、めちゃくちゃいろいろ開いて放送やってんですよ。今僕のパソコンこんな構成になってます。放送画面これ全部見ながらやってるから、ゲーム内チャットマジでしたくないっていうのが現状。このコメビュー見つつ、画面見つつ、この辺とかで音の鳴らしたりとか、やってんで、えぐいでしょ。だから、次からは、その辺、自分で工夫します。えぐかったでしょ、今。ニュース的ステーションの時はもう一個台本も出さなきゃいけないからね。サブモニター欲しいですね。そうですね、配信チェック用のサブモニターはあるんですけど、 RO の画面小さすぎ。いやでもちょうどいいんだよね、配信には。まあ、少なくともあれですね、コメントビューアー用のモニターはちょっと欲しいですね。1個置く場所が全くないんだが。クラウドファンディング、いやそんなのは大丈夫ですけど、モニター置く場所がないんだよな。なるほどね。臨時はもうちょっとあれですね、効率的に動かせるようにしたいですね。ちょっとボスなしでいきます。ボスなしでいきます。
ね、ボスなしってさ、保安水上だけの話だよね。あれだよね、飛行船って絶対ボス倒すよね。そうだよね、保水だけの話だよね。街長いんだね、ヘルボル感覚だともう300回ぐらい空いてるけど。ボスなしとかあるのか。そうなんです、他は絶対ボス倒してます。あ、そうなの。ちょっと今回はちょっとなしでいきますね。ちょっと今後どうするか考える。なんでボスなしっていうあのジャンルがあるかっていうと、まあ保水がメインだった時代ってボスとか出ると、あ、カードがね出ちゃうと、あれですよ、生産しなきゃいけないから、その日限りの関係なのに生産って難しいじゃない。うん。そうだから、あ、来ましたね。だからっていう話みたいですけどね。うん、僕がアローで一番嫌いなことは生産ですからね。うん、下手にボスカードっていう概念があるから大変なのよね。早く出てこい、早く出てこい。ちなみに全員揃ってるよね。ちなみに全員揃ってるよね。大丈夫だよね。ちゃんとここも管理しないといけないからな。まどかさん来てなくない？危な！怖い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 。え、これで全員来たかな？バルムント邸って書いてなければ大丈夫ね。オッケーオッケー。開けまーす。今ね、カッパカードとか高いからね、買い取りとかできないぐらいの値段で、僕、だって今1ギガも持ってないから。今、カッパカードっていくらするんだろう？死んでるかどうかだけ確認しないとな。ラムダは買い取ればいいから。いや、もう1ギガも持ってないんだって。うん。カッパ9ギガ？やばいわ。出たらもう俺、持ち逃げはしないけど、生産誰かお願いできませんかって言っちゃう。9ギガね、夢あるね。まあ出たらそれなりに嬉しいから、どうしようね、今後。ちょっとその辺は、多分この放送1回で終わらずに、まあ、ちょこちょこやってきますけど。タイムロスだからカードチャンス捨てなきゃ。いや、普通に冗談抜きで、そういうレベルなんだよね。報酬受け取る。で、出ちゃう。もう出ちゃう。倒したい人はもう勝手に倒して10メガで買います。はい、そしたら次は、どこで言ったっけ、アーローメモ、次は墜落、墜落いきます。墜落、墜落いきます。はい、終わる方はこちらで、ありがとうございます。メモリアダンジョンで、墜落は英雄の痕跡。英雄の痕跡一番上にさ、選択肢あってほしいんだけど。墜落、墜落、墜落、墜落。ありがとうございました。そうだよ。ほんで、この辺で、ダンジョンだ、パーティー脱退して、作って、OK。合ってる？たまに全然違う人にカーソル合っちゃうからさ。ラグナルクオンライン。めっちゃヘが出てる。ごめん。間違えてめっちゃヘが出ちゃった。すいません。また参加させていただきます。ありがとうございます。ヘ出ちゃうんですよ。すぐヘ出ちゃうの。次、この方か。
ジョンダで、あ、もう回数で覚えてるってことね。選択肢選ぶ。あれ。OK かな、行き渡ったかな。あー、しまった、最初にこれ作っとくんだった。あー、ヘルボル感覚。あー、もうヘルボル感覚でやってるわ。すいません、皆さん、ヘルボルだとパーティー配り終わった後に MD 作っても即なんですよね。 B サバだとタイムロスが、ごめんなさい。田舎もんですまん、みんな田舎もんで。B サバは先に MD 作ってからパーティー配んないと、時間ロスだから、みんな下打ちしてっから。って。下打ち。いやいや、とんでもない。僕が慣れなきゃいけないからね。僕が今後のために自分で慣れないといけないから。そう、都会の道路だからね。東京に染まんないと、でも、うん、木綿のハンカチーフだからさ。そうだよ、この今はまだね、季節イベント始まってないけど、これ清廉祭始まったら一大事ですよ、本当に。先に MD 作るか作んないかでね、もう全然違いますからね。よし、できた。俺ここソロ以外でマジで来たことなくて、ここもあれだよね、全員まず来てるかどうかを確認してからスタートしなきゃいけないタイプのやつだよね。 OK、 みんな来たね。 HP バーみんな見えてから、この驚いた住人に話しかけて、はいして、大丈夫だよね、みんないるもんね、みんないる。本当に怖いんだよ、この瞬間が。はい、でもこれであれかな、これで始まったのかな。めちゃくちゃ黄色い印いっぱいあるんだけど、どんだけ怪我人いるんだよ。都会はすごいね、怪我人の数も。都会はすごいね。ああ、クリックできないよね。あれ、これ黄色いのって消えないの？もう救ったやつも消えないんだ。いやいや、ヘルボルでこんなに黄色いの増えることないから、ソロ以外で参加したことないもん。ここミニ知識ですけど、この辺に立つとね、足がちょっと埋まるっていうね。どうでもいいわこれ。ソロだとね、いつものんびりやってっからね、そういうね、お散歩とかもしてるんですよ。都会じゃね、そんなことやってる暇ないですから。はい、ほんでこれ話していいのかな、埋まるんです、あそこ。これは別に各自でいいんだっけ？で、洞窟に行って、で、みんな洞窟入って、うん。で、これは全員集合しないとダメなタイプね、ここで。みんないる。はい。余裕ないから。一刻一秒争うからね、Pサバは。で、これで始まると。後半は大丈夫。あ、そうなのね。後半のんびりでいいんだ。揃ってなくてもね、もう各自ね、最初のあそこだけね。 OKOKOK、 ここの虫なんで経験値ないんだろう。あ、ないんだっけここ。でもどうせあれでしょ、精錬祭の時の討伐対象でしょ、この辺のでけえ蚊とか。怪我人助けないで、スタート地点で待ってて、もう直でここ来るみたいなね、パターンもありってことね。ボス後でも入り直せる、そうなんですよ。あ、なるほどね。あ、虫マップ来なくていいってことか。ソロの時もそれできるようにしてくんないかな。無理だね。早い。
え、見えなかったんだけど、この可愛い俺の好きな NPC じゃなくて、え、モンスター飛行船墜落に出てくるやつ、好き好き大好き。さあ、違う違う、え、これ話しかけるんだっけ、報酬受け取る、はい。ちょっと早すぎて本来の流れが分かんなくなっちゃってる。で、今度は飛行船ぶっ壊しですよ。飛行船ぶっ壊しはここじゃないんだよね、名前似てるんだけどね。メモリアルダンジョンで、その時誰が倒すんや。誰だろうね、誰か、あのシュミッツマスク仮面が倒してくんないかな。飛行船、飛行船、飛行船、ははははは、ん、傘、え、飛行、これだ、飛破壊。うん、で、作り直し、こっちで、この辺で、右側に集まっていただいて、上でも下でも横でも どっちでも大丈夫ですけど、OK、パーティーを作って、配ります。もう名前大体覚えた。今日集まってくれた人たちは大体覚えた。もう喉がちょっとイカれてきてる。MD を作るのだ、天才。ちょっと待って、俺作れる、これもしかして、え、俺待って待って、俺これ作っ、これ参加できる人、俺ねえ、これ大丈夫、これ初回とかなんかそういうやつじゃない、これ大丈夫、大丈夫かな、いけた、あー、びっくりした、今朝イスガルド入れるように したばっかだからさ、この人いたっけ。ちょっと分かんなくなっちゃった。あれ、サンさんいた、夏なんとかさんいた、これみんなもらった、あ、ドクラもらってない、はい、こんなもんか、うん、誰か抜けてない、マエストトートさん、マエスさんは、マエスさん、マエスさん抜けた、マエさん抜けるって言ってた、11人いたよね、あれ、マエさんいなくなっちゃった、これ別だよね、マエさんいない、マエさんいなくなった、あ、なるほどね、あ、来た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 、倉庫行ってたんかもしんないね、パーティー OKオッケー。はい、これで入れるようになった。そう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 。ちょっと遠いからね。で、入場と。ここは、みんな集まるまで待つタイプね。みんな入ったかな？みんないらっしゃいますからね。大丈夫そうですかね。OK。で、多分これに話しかけるんだね。宣言。毒鎧。あ、毒鎧にしなきゃ。毒鎧にしなきゃ。早っ。このさ、途中のさ、なんかクリックする場所ってさ、誰でもいいの？誰か死にそうだよ。これ誰でもいいの？パーティーリーダーだけ？どっか途中クリックするところ。誰でも OK？ OK、OK。死にました。どこで？生きてる？チコさん。生き返った？生き返った。OK。ちょ、毒鎧持ってない人はお気をつけください。入ったら2秒で爆発するんで、ボス部屋以外は何度でも入れる、いいね、俺何もしなくてもみんななんかやってくれる、 OK、 俺も仕事した、
OK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 O
あ、これか。みんないる。みんな、もなんならもうみんな入ってるもんね。報酬受け取って、で、奥に進む。ここは何？ボス倒していいんだよね。それとも帰ったみんな？これボス倒すと追加経験値？てかもうやってんね。もうやってる？戦う。早っ。そいつのカード1ギガ、はい、出ちゃったら大変なことでしたね。出ちゃったら大変なことでしたね。追加報酬もらいましたと。外に出ると、これでありがとうございました。ありがとうございました。臨時参加ありがとうございました。どうもー。なるほどね、ありがとうございます。ケツ汗がすごい。シミュレーションは、やる今から。シミュレーション戦闘？シムできるとき2回一般にやる。じゃあ、それはそれでまた、プロンテラあたりで、あれか、募集かけるか。一回ね。一回これは一区切りしたんで、じゃもう一回ちょっと、じゃあ募集を改めてかけますか。で、放送を見てる人だけが参加できるようにした方がいいから、めちゃくちゃ人いるな、B サバ。ここも人いるじゃん。なんかないの？無人のところ。うん。無人とこないの？無人ゾーンは。破壊のすぐ近く、いや、分かってるけど、分かってるんだけど、一回、さっきの臨時は、なんだっけ、水砲、水波だったから、うん。そう。この辺で募集かけるか、じゃあ。ここのマップの復帰地点のさ、周りでさ、空いてるとこってもうないでしょ。現場で MD 作って待つ。ああ、なるほどね。それでもいいのか。すごいね。あ、ここ空いてるよ、ここ。これ。これ。平野レミのブロッコリーゾーン。人間ブロッコリーゾーンです。そうだね。現地の方がいいかもしれないですね。確かに。したら、ちょっと一回みんな解散してしまいましたけども、まだシミュレーションセンター残ってる人たちで行きましょうか。メモリアルダンジョンの、ちなみに僕は全く戦力にならないと思いますけど、てかシミュレーションセンターってレベルいくつからだっけ。220からでしたっけ。すごいね、これは別のパーティーね。じゃ、ここでかける、この辺で。シミは嫌いな生産がありますよ、マジで。どうすっか。諦めるか。生産、ちょっと待って。生産あるのか。ランダム分配でいいんじゃない？どうやんの？ランダム分配って。パーティー作るときにってこと？拾ったもん勝ちってこと？ランダム拾いで終わる。ってことは、パーティー作るときに、これってことだよね。これってことでしょ？一定確率で分配だよね。
ユンケアカード、20ギガ、もうそれもランダムでいいじゃん。ダメだ。ランダムダメ？ユンケアカード20ギガ僕興味ないです。興味ないんで、それもランダムでダメ？生産ってもう、だってまず真っ先にこの字が出てこないしね。生産ランダム分配だよっていうパーティー。レベルが246になりました。おめでとうございます。で、行きたい方。じゃ、カードだけはちゃんと、ってこと？武器は拾ったもん勝ち。ちょっと僕、このランダム分配の仕組み、はっきり分かってないんですけど、あれじゃないんですか？僕が代表して拾うでしょ？そうすると、勝手にインベントリー共有されてるから、勝手に入るんじゃない？カードもランダムでいいんじゃない？僕はそれでいいと思ってるんですけど、さすがに20ギガはちょっとってみんな思ってそうだから、あ、誰かがグリードすればいいのか、僕だけじゃなくてね。誰かがグリードすれば勝手に入っていくのね。うん。10個の塊とかあるから偏るけど、でもそれはもうロシアンルーレットだからね。うん。誰のね、こめかみぶち抜くかはもうランダムってことでしょ？いいんじゃないですかね。ただ集まるかどうかはわかんない。そんな条件で。そんな条件でやってる臨時あるの？これ。先にランダム、うん、ランダムで、もう、僕の右側に来たらもうパーティー配ります。ランダムで。誰かいませんか？僕の右側のセルに集まっていただいて。もうだから基本的には放送見てる人しか絶対集まらないはずなんですけど。インベントリーさすがに90杯以上だったら戦えない。うん。ありがとうございます。とりあえず、スカシンさん、チェスターさん、ありがとうございます。他、お待ちしております。シミュレーション戦闘終わってなくて、ランダム分配でも良い方。ありがとうございます。MD 作ってない。MD 作ってない。先にね、作んないと。先に作りつつ、できるよね、俺ね、これね。え？作っといていいんだよね。待機13、めっちゃ少ない。他の、まだお待ちしております。いやー、パーティーリーダーって大変だな。装備準備中です。はい。これ作成時点でクールタイムつくやつですか？いや、わからない。どういうこと？作成時点でクールタイムつくやつってどういうこと？これ行く方かな？先に作っちゃダメなタイプの MD とかあるの？もしかして。そうでしょう。いや、PT お願いします。はい。5分過ぎてパーティー消えたらクールタイムつくやつです。誰かに入ってもらえば OK。はい、入っていただいてます。ありがとうございます。うん。ちょっとみんな怖い言い方しすぎだって。普通に知ってるよ。俺も MD、誰も無人だと消えちゃうっていうのは。うん。それはさすがにね、ヘルボルの田舎者でもそれはね、知ってるんだよ。やったそれはね、知ってるんだよ。なるほどね。そういう意味ね。あと参加されたい方いらっしゃるかな？この人は違う？参加されたい方いらっしゃいますでしょうか？
いなければ今準備してる方が入れば OK かな。死にまくってもいいみたいです。僕も死ぬと思いますし、なんなら僕念鎧持ってきてないからあれですね。消えたらクールタイムついて作成不能になるやつですね。はい、ありますよね、そういうやつね。うん、250までいつまでも付き合うぞ。うん、ありがとう。はいはいはい、ノーマルとハードね、作り間違え怖いよね。怖いからもうノーマル封印するっていうのもありだよね。では行きます。はい、ありがとうございます。ランダム生産なってたよね。あぶね、脱退押しそうになった。あぶね、ちょっとやめとこう。変なとこ触らないようにしとこう。これ行く方かな、猫ぶどうさん。 OK かな、来ました、ありがとうございます。 OK、結構集まりましたね。ちょっとこのダンジョン自体は僕自身のパワーではどうしようもない方面のあのダンジョンなんですけど、この方もかな。合ってる？この方違った？送っちゃったけど、これ違う人かな。これ違ったかもしんない。送っちゃった。あと行くって言ってまだ来てない人はいないかな。あ、この方、僕の隣に来たらもう確実だと思って。無力でも OK ですか？いいんじゃないですか？僕が無力ですからね、そもそも。まあ、一応は魔法を打てるんで、遠くからなんかやってみますけど。ちょっと上の人と被っちゃうから、ちょっと下の方で待ってます、来る人。壁も火力もいそうなんで、なんとかなりそうですね。あ、本当。助かります。戻りました。はい。今、だからもう一人駆けつけるとこですかね、リュウくんさんが。いや、一回、一通り、まあ、最新の臨時パーティーを、ちょろっと今日今作ってみましたけれども、なんとなく流れは上がりました。先に MD 作って募集かけて、で、MD 消えないように誰か一人には入ってもらってみたいなね、感じで、やりつつの、あとは生産問題は、ランダム分配と。これ終わったら、ここで終わったら宝箱出てくるから、宝箱はあのグリード持ちの人がもうシュッてグリードしてください。そしたら SSS 行くなら2回目行きます。あ、2回連続でやりますっていう宣言ね。はいはい、2回行きます。行ける人は、でこの方にパーティー。そうやね、2回連続行けるもんね、ここはね。こんなとこですかね、お集まりいただきましたかね。ここもパーティーで来るの初めてかもしんない。OK かな、みんな中にいるね。ここ、こっち違うな。あ、こっちか。あぶね、バゴットの研究所入るとこだった。同意事項ね。はい、規約に同意します。同意します。はい、心臓が止まっても責任は負えません。はい、わかりました、規約に同意します。そんでそんで、ここってこいつに話しかけたらもうすぐ出てこなかったっけ。どうすんのこれ。かえ、すぐ出るよね。え、なんか僕が前に立ってるんですけど。
壁はいないと。ちょっと待って、いや抱える人いないよ、もう呼んじゃうよ。あ、どっちだっけ、こっちだっけ、壁ではないと、まあ、とにかく呼んじまうか。あ、壁いた、ありがとうございます。呼んじまうか。僕んとこセーフティーボール置かれたけど無理です。呼んじゃった呼んじゃった、わかんない、いつ攻撃していいかわかんないけど、真っ先に真っ先にスキル置いちまった。待って待って、強っユンケア。痛い、みんな生きてるか、いてえ、ありがとう。行って、このザコ倒した方がいいの俺は。いやいやいや、ちょ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 、キリングなんたら痛い、キリングなんたら痛い、助けてー、やばいかもやばいかもやばいかも、やばいやばい、やられた、生き返った人いる、生き返った人いる、確かにここ粘鎧だもんね。あ、集計が終わりました。燃料持ってこないとな、置いてきちゃったかな。やったぞ、更新ミス、いやいやとんでもない、え SS、 キリングオーラは消せない、そうだよね SS だ、今日飯食べよう。ギリギリの戦い、じゃあこれグリードしちゃってください、開けます、これやっちゃってください先生、グリードランダム分配なので。いいねいいね、みんな均等に入ってきて、俺これだけしか入ってないけど。これが民主主義、やりました、ありがとうございます。いいよこれ、一瞬で終わる生産、おめでとうございます、かたじけない、これがランダム分配です。うん、いいね。自動的に入ってきたから終わりです、お疲れ様でした。じゃあこれで報酬を受け取る、これ追加で経験値、あ、もらったもらった、 OKOKOK で巣に帰還して、アクアマリンワンチャンあったんだ、もう一回行くんだけど、いや燃鎧がいるな、さすがに燃鎧俺持ってきてたかな、ちょっとだけ確認させてください、みんなパーティーだけ抜けていただいて、燃鎧は絶対いるわこれ、なんか壁じゃなかったら燃鎧いらないかなとか思ってたけど、そんなこと全然なかったね。キリングオーラだらけだったね。セトがあればそれが理想、ないね。セト、いいよね。あったっけか。持ってきてないからちょっと持ってきます。燃セットがベスト。ないけど、燃鎧自体はちょっと持ってるので、すいません。すぐヘルボールから持ってきます。チェイサーのなんか、あれ消せない、消せない。消せないです。メールストームで消せないです。アースクエイクは消せるけど。メールストームで消せるのは魔法だから。キリンゴーラは物理だから。生態性はある。生態性はあるんです。ちょっとごめんなさいね。すいません。これ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 。
でも SS は絶対一人で僕取れないんで助かった。かなり経験値増えたよ。かなり増えた。 OK。 ほんで、なので一応あれですね、年だけですね。ああ間違えた、ああ間違えた間違えた。年鎧だけですね、キリンコーラ経験できるの。あとは何、エナジーコートとかでも軽減できます？うずくまる、うん、メールストームでは軽減できない。なんて言ってた僕今、メールストームって言ってたよね。メールストームでは軽減できない。ちょっとすぐ戻ってきます。すぐ戻ってまた2回目パーティー作ります。ごめんなさい。だってこのブーストできるのはな、週に1回2回だけだからな。年と正95で相当耐える。へえ。すごいよ壁やってる人って。本当に思う。ダンジョン、メモリアルダンジョン、ここもなんかレベルごとに並べてくれたらいいのに。あいうえお順もいいけどさ、どうなんだろうね。あいうえ順の方が結局いいのか。よし、パーティー配ります。ここかな？マイマイさん。マイマイさんからかな？で、僕がこれを、ランダム。ランダム生産パーティー。地獄の。めちゃくちゃいいわ。同意した人しか集まってないっていうのがいい。マジで助かります。皆さんありがとうございます。これ猫ぶどうさんもか。 OKOK。 あ、ランダムになってない、ごめん。ちょっと待って、設定変えないと。設定変えれたよね、パーティー設定。こうだ、こうだよね、これで合ってるよね。危ない危ない、合ってるね。ただあの MD 作るの忘れてたわ。ああ、ああ、ごめん。すいません、MD 作るの忘れてました。確認する事項が多すぎる。MD 作るのを後回しにしちゃうんだよ。のんびりでありがとうございます。そんなかすごいめっちゃフォローされてるけどありがとうございます。今日混んでる、やっぱ土曜だしね。さっきはちょっと少なかったんですよ実は。この1個前の MD の時は作成し始めた瞬間にのあの待機順10いくつぐらいだったから、あ結構早いわと思ってたからちょっと舐めてましたね。今回ちょっと増えたね待機ね。そして今ねめっちゃ部屋が暑くてね、もう喋り倒してるからね汗だくになってきちゃった。うん、うん、配信がなかったとして、PT リーダーいつも任せきりの人は少し考えた方がいい。どういうこと？それ僕ですよ僕。うん、僕でもこれ生産、このマジで了承いただけるんだったらこの仕組みめっちゃ楽だわ。うん、まあ、ただファロスとかだとね、さすがにね、怒られると思いますけどね。うん、本当はここもね、分けた方がいいんでしょうけど。ちょっと今回は、パーティーの流れだけ、B サバでね、どういう風にやったらいいかっていうのを、
勉強のためにちょっとそれだけ体験会ということで、僕のすいませんねランダムはマジで楽でいい。幻影とかだとそうしてる人いいんだ。あーなるほどね。ここは経験値メインだからアイテムは気にしてないです。とはいえあれじゃないの、来ちゃったらどうします、あのやつのカードが、ユンケアカード来ちゃったらどうしますまあそう簡単に出るもんでもないですけど、カードだけは、カードもランダムでいいの、僕は別にいいけどね、うん、逆にねそういう侠客ばかり集まればいいか、任侠とね賭博にばっかね頭にしかない人たちがね集まったらいいか、この臨時は、うん、そんなことよりもね SSS 出せたらってことですよね。よし、ちょっと反省して年夜論にしましたんで、さっきよりかはね生き残るんじゃないでしょうか、もしかすると。はい、心臓が止まっても、何の責任も負えませんって書いてありますね。はい、ユンケアカード出ちゃって、ランダム生産になって、素敵な懐にそのカードが出てきても、心臓が止まりますがご了承くださいって書いてありました、うん、みんな心臓止まったらこの放送に記念書き子ってしといてね、みんな高評価をして放送で死ねるのは名誉だと思ってますから僕は。よろしくね、うん、アビススレイヤーって書き込んどいてね、みんなね、生き返れーっつってよしやるか、うん、そう、どっちクリックすんのこれ、どっちクリックしても反応ないんだけど、あれ俺が遠いこれ、よしよし行くよ、準備できた、おいしやるぞ、いいんじゃない？うおー、なんかいっぱいダメージきたけど、燃料炉だからなんとかなった。これはいけそう。これはいけそう。回復も手厚い。これはやれる。全然、さっきと全然違う。全然違うわ、さっきと。やべ、SP がね。それはまずい。SP0 だとアビススレイヤーできないんです。何これ？この状態以上何？この状態以上何？アビススレイヤー！何これ ？SP がすぐなくなっちゃうんだけど。危ない。やばくない？これ。やばくない？あ、やばいやばいやばい。流れてきてる。SSS 取れないんだ。これマンドラか、やばいやばい、泥沼状態になってる。強い人が一人で頑張ってる状態ですね。そうだね、パーセント回復剤いるな。これすごい、これプラス10フィニックス持ってる人が頑張ってるわ。あ、やばいやばい、全滅するかも、やばいかも、これ全滅かもしれない。さすがに全滅しました、全滅です、かたじけない、申し訳ございません。あ、これはでもあれですね、途中までは全員良かったんですけどね。あ、ヘルかかっちゃうからね、生き返れないんだ。いや、とんでもない、申し訳ありません。でも僕一人じゃこんな戦えなかったんでね、ありがとうございます。これは Y が参戦した方が良かったか。そうですよ、 B サバ管理者のあなたがね来てくれたらね、誰だか知らんけど勉強になりました。いや、とんでもないです、ありがとうございます。で、これ時間いっぱいしんどくんだよね、うん、
ユンケアちゃんの太ももを見続けていい時間だもんね、今はね。うん、で、時間いっぱい太ももを見続けると、逆にお金がもらえるっていうシステム。最高の施設だよね。はい。みんなでお昼寝タイムと。よし、生き返った。次に機会があったら SSS をプレゼントするわ。はい、お願いします。週1ぐらいではこの感じの放送やっていきたいなと思ってますんで。B か、ありがとうございます。それでもソロだと僕B も C もいかないので助かります。ありがとうございます。いや、なかなか難しいですね、4K あって。さあ、またお願いします先生、ランダム生産を。楽しい楽しいランダム生産をお願いします。グリードお願いします先生。開けちゃいますんで。あ、なんか出てますよ、武器とか。武器誰かもらえるのかな。俺またこの俺またこれ2個だけもらった。やった、いいねこれ、いいじゃん、めっちゃいいこのシステム。ありがとうございます。リーダーが一番しょぼい。まあ何もしてないからね。ナイス生産です。ありがとうございます。かたじけない、楽しかった。ありがとうございます。生産嫌いだしね。うん、嫌い。これは楽な生産方法発見しちゃいましたね。いや、この生産方法に納得いく人が集まってくれるんだったらめっちゃ早いですよ。ありがとうございます。じゃあ解散でお願いします。経験値どうですか。え、めっちゃうまくない ?230 の 40% から始まったんだよ今日。今日グダグダ、ありがとうございます。ここ入っちゃう、じゃあかたじけない。こんだけ悪ふざけしてて110% 上がってますね。 115% まだ今日の全然やれることいっぱいありますけど、うん、悪ふざけですよ。生産嫌いとかさ。いや、勉強になりました。ちょっと一回別キャラにして、ちょっと今日も喋り疲れちゃった俺。めっちゃ喋った。一回ちょっと共犯使ってないキャラに変えて、そろそろ一回おさらいしましょうか。 115% 上がってますね。 115% ですよ。だって普通230の 40% から始めてますから。黙々とソロしようぜ。まあそれもありですね。でですね、ちょっと今日は第1回目ですね、 B サバで230のキャラを250にする道のりを考えようということでやってたんですけど、なんでそんなことを考え始めたのか、なんで今日こんなサムネなのか。節話の地全力攻略パック使用後、何ですかそれ。そんな課金アイテムないんですよね。ないのに S 的は急に何を言い始めたのかっていう話なんですよ、これ。今日3回目か4回目の説明になりますけれども、先日のね、火曜日の定期メンテナンスの時に、降ってきてる、パッチデータの中にですね、で、公式ツールでも確認できますが、はい、こんにちは。イスガルドチケットというアイテムが、先日のパッチで入ってきております。火曜日の。まだこんなの発売しておりませんよね。でもなんか、この名前、お察しの通りですよ、多分。これをイズルドに持ってくと、分解されて、クエストスキップチケット、節話の地、これもらえるでしょうね、これね。これもアイテム出てきてます。加えて、レベルアップチケット、ベースレベル230来るでしょうね、これもね。はい。ついでに、エンハンスキューブ2、セッカ。はい。石化系のシリーズをね、プラス7にすることができるやつ。230チケットはジョブ45まで上げてくれるって。いやー、これいつ来るんですかね。いつ ?4 月18日でしょうね。4月18日からハイパーエンチャントキャンペーン2024の課金期間が始まることはほぼ間違いないと思います。
去年もこのタイミングでした。そして去年も、何でした ?220 チケットとか入ってるあの攻略パック発売はこのタイミングでした。来週ですね、230チケットが皆様の手に入りますので、その後どうやって250目指せばいいのかというのが課題になってくると思いますんで、今日先行でですね、第1回目の放送をやってみたわけです。 115% も上がっちゃいましたか。それ汗かきますわ。あとは、勝手にね、リンクしちゃってますけども、放送のね、概要欄のところに、こちらのサイトね、スチャコさんのね、お作りになられた、クエスト経験値計算機っていうサイトがあるんですけども、自分のベースレベル、ジョブレベルを入れて、共犯使うか使わないかとか選んで、各ですね、経験値報酬があるダンジョンとかを選ぶと、そのレベルで何パー増えるかっていうのが、見れるサイト。こちらも、冒頭でね、使ってみましたけれども、やっぱシミュレーション戦闘がぶっ壊れてますね。本当は SSS ランクだと 39%。はい。講座わかりやすいです。ありがとうございます。講座だったのかね、悪ふざけだったのかよくわかんないですけど。1回目が SS でしたっけ ?SS でも 35% もらえてんだね、これね。で、次が、2回目がちょっと失敗しちゃって B でしたっけ C でしたっけ ?B でしたっけいくつでしたっけね。うん。でも、一気に 20% ぐらいの経験値もらえてるっていうのはでかいな、やっぱり。ね。シミュレーションセンターは絶対に毎週欠かさず2回やりましょうと。で、できれば強い人ないし、まあ、数集めて SSS ランクに近い採点を出していきましょうねというところですね。あとは飛行船破壊とか、水保ですね、水保。保水でもいいですけど。はい。あとはまあソロ系のやつも今日やろうかと思ったけど、もう疲れちゃったから今日はもう放送はここらにしといて、はい。やんなくていいのはイリュージョンダンジョンだったね。今ひどいんだこれ、イリュージョンダンジョンって 1.1% なんだって、全部やって1日。230からのイリュージョンダンジョンはもう見向きもしないですね。なんならこのラビリンスなんて討伐も大変だからね、今ね。あのマップ10分で絶滅するから。うん。市民もすごい頑張ればソロできるかもしれないけど、パーティーできるんだったらパーティーで行きたい。そうね。うん。来週もっと需要出ると思いますからね。この辺のシミュレーション戦闘とか。行きたいキャラ増えるでしょ、多分。ね。はい。とにかく水砲、ハード、聖域、飛行船墜落、ゲフェン夜間闘技場、まあ、アミシティはソロで、まあ、シコシコやればいいと思います。あとは、節話の地、さっきやったんだっけ。あ、これもやっぱ 14% ぐらい上がってたんだ。でもこれ大変だけどね。慣れたらね、15分ぐらいで終わるらしいけど。で、シミュレーション戦闘 39% と。ね、シミュレーション戦闘が結構でかいんですけど、それに匹敵するですね、うまさが、鍛錬符に含まれております。鍛錬符、20の鍛錬符もらえると、38.5% 上がるらしい。今日夜、行きましょう。皆さんね。よろしくお願いします。今日夜、ありますよ。今日、放送、夜もありますからね。変な Y やりますんでよろしくお願いします。変な Y 昼だけ行っちゃった。つうかでもあれか、 B サバでもらうんだったら B サバと連動したスパノビ作んないといけないのか。あ、それ今気づいてよかった。 B サバで鍛錬符もらいたいんだったら B サバと連動したスパノビももう一体作んないといけないから、あ、今のうちに作っとこう。放送終わったら作っときます。そうですね。もともとはヘルボルと連動してますけど、鍛錬符を B サバに持ち帰りたいんだったら B サバと連動した、全くコピー的な、あれですね、キャラ作んないとダメですね。わかりました。はい。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい。というわけで、昼だけ行っちゃった。夜も行きましょうね、みんなね。はい。お疲れ様でした。というわけでね、ちょっと長くなってしまいましたけれども、一応こんなところで、
これからも継続して250を、ね、目指すためのね、勉強会を開いていきましょう。僕自身がね、みんなから教わってますけど、お疲れ様でした。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。毎週やるんですか？毎週できたらやりたいですね。毎週。はい。はい。きなさんもありがとうございます。というわけで、皆さんコメントいただいた方ありがとうございました。ニコニコ広告いただいた方ありがとうございました。バンクラさん、メンバーシップギフトありがとうございます。蜃気楼の塔もやりたいんだけど、僕がね、仕事で参加できないんですよね、蜃気楼の塔。なんかね、時間がシビアなんですよね、蜃気楼の塔は。最初の椅子取りゲームに帰宅時間が間に合わなくて、すいません。有給取ったらやります。そのうち蜃気楼参加できるように有給取りますんで、はい。蜃気楼用に食パッケ型作ろうと思って、食パッケ10パックぐらい買ってるんで、僕怖いです。それも叩かないといけないしね。スペシャルチケット使わなきゃ。うん、究極期間の時にいっぱい買ったからさ、早く使わなきゃ。やりたいこと山積みなんだよ、マジで。時間が足りなーい。よろしくお願いします。はい。というわけで、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ではまた夜。